生きていくために仕事は必需だ。その術を学ぶために勉強はある。では学歴はどうだろうか。世の中では学歴によって人の上下が左右され、そのせいで周囲からひどい扱いさえ受けることもある。より良い評価や待遇を求めて、人は良い学歴のために必死に勉学に励み、少しでも良い大学への進学を望む。でも俺はそこに疑問を感じていた。仕事のために必要な勉強は良い大学に通わなければできないのだろうか。いや、そんなことはないはず。そこに信念と希望さえあれば、いつだって人生の自由な選択はあるはずだ。俺はそう信じていた。俺の名前は広末優也。内科医の母と外科医の父を持つ俺は、幼い頃から将来は医学の道に進むものだと思っていた。だが両親は俺に人生の選択肢を自由に与えたいと考えていた。いい？優也、お父さんとお母さんがお医者さんだからってあなたも同じ道に進まなくてもいいの。自由に生きていいのよ。母は俺にそう優しく言った。ただ優也、知識というのはいくら持っていても損はしない。いつかきっとお前を助けてくれるはずだ。だから父さんと母さんはお前にできる限りの医学の知識を与えよう。それがいつかお前にとっての最高の宝物となるように。そう言って父と母は忙しい合間を縫って俺に様々なことを教えてくれた。父と母が学んできた医学の知識を自分も得られることは本当に嬉しく誇らしいことに思えた。俺は絵本を読む代わりに医学書を読んだ。工作をする代わりに人体模型を組み立てた。クイズのように症状から病名を当てたり、病気を発見するシミュレーターを使ってどんどん病気を発見していく。同い年の子たちが夢中になるゲームなんかよりずっと楽しかった。この病気の場合はどういう手術をしたらいいだろうかと考え、最善の方法を導き出す。そして AI の手術画像を見ながら一緒に手を動かしシミュレーションをしていくのだ。やった、できた。父さん見て、僕成功したよ。すごいじゃないか優也。もうこんな難しい手術ができるなんて、お前は天才だ。でもこれはシミュレーションだからね。早く本物の手術をしてみたいよ。成功するたびに両親は一緒に喜び、たくさん褒めてくれた。父さんと母さんが褒めてくれるその瞬間が何より嬉しかった。こんな風にして俺はどんどん医学の知識を吸収し成長していった。だがそんな俺には一つだけ悩みがあった。学校の授業が全然楽しくないのだ。家で習う実践的な勉強とは違い、ただ意味のない数値を求めたり、知りたくもない歴史を学んだりする行為がとてつもなくつまらないもののように思えたのだ。両親と同じ医者になりたいという気持ちがあったものの、無駄な勉強はしたくないという気持ちがいつも自分の中にはあった。当然医者になるには有名大学を卒業する必要があったが、受験をすることに抵抗があり、とても勉強する気になれなかった。そこで俺は高卒でも取れる医療事務に携わることに決めた。医者にはなれずとも実際の現場で働くことができるならば、それはそれでいいんじゃないかと考えたのだ。両親もお前の好きなようにすればいい、頑張りなさいと言ってくれた。俺は高校を卒業後、父の推薦で友人の権藤一二三さんが院長を務める黎明病院で働き始めた。本日から医療事務に配属されました広末優也です。皆さんのお役に立てるよう頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。男性が少ない部署であったせいか、数人の女性事務員がキラキラした目で俺を見て小さく歓声を上げた。広末さん、同じ事務員の鮎川さやかです。これからよろしくお願いしますね。少し背の低いショートカットの事務員が元気よく声をかけてくる。彼女の後ろからちらっと顔を出した眼鏡をかけた事務員も少し恥ずかしそうに
声をかけてきた。私は塚山美穂。わからないことがあれば何でも聞いてくださいね。俺は丁寧に彼女たち一人一人に挨拶をすると笑顔で握手を交わした。よろしくお願いします。医療事務は初めてなので、これからいろいろと教えてください。それを横目で見ていた新人外科医の谷山いつきが面白くなさそうに、ふんと鼻を鳴らすと俺をギロッと睨みつけた。挨拶が終わるや否や、谷山が俺に近づいてきて悪態をついてくる。おいお前、ちょっと女子事務員にチヤホヤされたからって調子に乗るんじゃねえぞ。事務なんてな、女ばかりだから珍しがられてるだけなんだよ。男のくせに事務員なんて。どうせ医者になろうとしてダメだったっていう落ちこぼれなんだろうよ。じゃなきゃ事務員なんて、け、男がなる職業じゃねえよ。そこへ鮎川が口を挟む。ひどい、谷山さん、それは事務員みんなに対しての暴言ですよ。撤回してください。そう反撃されてひるんだ谷山はブツブツ言いながらその場を立ち去った。自ら選んだ道とはいえ、まさかこういう扱いをされるとは。初日からこんなんじゃ全く先が思いやられる。俺は軽くため息をついた。気にしない方がいいですよ。あの人外科部長の甥っ子さんなんですって。だからいつも威張ってるんだわ。ああいう人たちは自分たち医者の方が何倍も偉いって思ってるんですよ、きっと。鮎川さやかがすごい剣幕で怒りながら握り拳を振り下ろす。塚山美穂も眉間にシワを寄せながら話に加わった。そうそう、外科医の谷山さん、威張ってるだけじゃなくて私たち女子事務員にも色目を使ってくるから本当嫌なんですよね。広末さん、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。心配していただきありがとうございます。俺は少し苦笑いをしながら答えた。谷山は外科部長の甥っ子ということだけでなく、有名大学の医学部を卒業したという学歴にも自信があったようで、いつも胸を前に突き出し偉そうに院内を歩いていた。その後も谷山はたびたび事務室に顔を出しては俺が高卒だということをネチネチいじってきた。やっぱりさ、低学歴の人間にはこういった雑用しか与えられないんだよな。俺たち医者と違って。お前もさ、もっと頑張って勉強してくればよかったのにな。実力のない奴はかわいそうだね。と、わざとらしく哀れみを向ける。そこへ、権藤院長が通りかかる。谷山は、すかさず院長に駆け寄り、声をかけた。院長先生、この前からお願いしている術式録画の資料、今夜取りに伺ってもよろしいですか？僕、早く先生方のように素晴らしい技術を身につけたいんですよね。やはり院長先生のものが一番参考になるって、みんな勧めてくれるんですよ。そうですか。君は勉強熱心ですね。後で院長室まで取りに来なさい。頑張りたまえ。ありがとうございます。そんな会話が耳に入ってくる。そういえば以前私が執筆した本を何冊か君に貸したままだったと思うが、もうすべて読み終わったのかね。あれからもう3週間ほどになるが。ああ、申し訳ありません。仕事が忙しくてまだすべて目を通せていなくて。勉強熱心なのはいいが、ほどほどにするんだよ。体調管理もこの仕事は大事だからね。はい、院長先生にお気遣いいただけるなんて僕は幸せ者です。頑張ります。谷山は何度も何度も頭を下げていた。近くにいた看護師が小さい声でささやき合う。あの人、何かと理由をつけて院長先生にすり寄っているらしいけど、録画も本も目を通しているところ見たことないのよね。ただのごますりなのよ、谷山くんは。看護師たちがクスクス笑いながら通り過ぎていく。口が悪い割には勉強熱心なんだなと少しでも思った俺は、看護師たちの会話を聞いてすっかり呆れてしまった。権藤院長ほどの技術を持った医師の術式録画なら俺だって見てみたい。本は書店で購入し、擦り切れるほど何度も読み返しているが、どの本も
とても素晴らしいものだった。父が権藤院長を尊敬しているのがよくわかる。谷山もせっかく可愛がられているのにもったいないなと俺は思った。ある日ナースセンターの横を通りかかった時、中で怒鳴り声がしたので急いで俺は中を覗いた。見ると谷山が看護師を怒鳴りつけている。一体どういうことだ。この患者よりこっちの患者のオペを先に予約しろって言っただろ。この患者は横山議員の息子さんなんだぞ。でも横山様は後からこの病院に入院されて軽症ですし、山田様にはもう一週間もオペをお待ちいただいているので。なんだと。お前看護師のくせに医者である俺に口答えするのか。谷山は看護師の腕を乱暴に掴んだ。俺は見かねて部屋に飛び込んだ。谷山と半泣きの看護師の視線がこちらに向く。なんだお前、部外者が勝手に入ってくるんじゃねえよ。事情はよくわからないけど、医者だからって乱暴はよくないんじゃないかな。はあ、事務員ごときが医者のやることに口出しするんじゃねえ。引っ込んでろ。そこへ看護婦長の上条さつきが戻ってきて、谷山に厳しい口調で問いただした。谷山先生、患者さんのオペに関しては担当医師や外科部長、院長の許可を得てこちらで管理しています。あなたこそ担当医師でもないのに口出しする権利はないのでは。ピシャッと言ってのける婦長はピンと伸びた背筋にアップヘア、メガネをかけていて、いかにも厳しそうな印象の女性だ。谷山はそんな婦長の剣幕に少したじろいだが、即座に反論する。バカ言うな。議員の横山さんは俺の親父もお世話になっているお偉いさんで、この病院にも多額の寄付をしてくれてるんだぞ。患者さんは全て平等に接しています。しかもお父様の谷山外科部長には許可をいただいています。あなたは一体何をしているんですか。別の患者の心配よりやらなければならないことがたくさんあるはずですよ。くそ、看護師のくせに生意気な。親父に言いつけてやるから覚えておけ。そう言い放つと谷山はナースセンターから出て行った。腕をつかまれていた看護師はすぐに俺に駆け寄ると頭を下げた。広末さん、ありがとうございます。助かりました。いや、たまたま通りかかっただけで、俺は何もしてないですよ。それにしても患者の手術の予約を勝手に変更するなんてひどいですね。患者さんの症状はそんなに悪いんですか。患者の山田様は取り除くのが難しい箇所に腫瘍があって治療が難航していたので。ふとデスクの患者のカルテが目に入り、手に取る。カテーテル手術か。確かに難しい手術だ。合併症が心配ですね。でも技術の高い外科医なら。あの、広末さん。看護師たちの視線が俺に注がれる。しまった、ついいつもの癖で。俺は慌ててカルテをテーブルに戻し頭を下げた。すみません、勝手に大事な患者さんのカルテを。大変失礼しました。僕戻りますね。慌てて部屋を出て行こうとした俺を看護婦長の上条が呼び止める。広末さん、あなたもしかして医術の心得があるの。広末ってまさか。いや、その失礼します。俺は逃げるようにナースセンターを後にした。まあ自分が医術の知識があることなど今さら隠すことでもないだろうが、いろいろと噂の谷になるのはごめんだ。とにかく問題を起こさないようにしないと。俺は持っていた書類をぎゅっと握りしめると早足で事務室に向かった。その日はいつも以上に谷山の機嫌が悪かった。お前みたいな低学歴のやつがいると病院の質が落ちるんだよな。この前もずうずうしく事務員の分際でナースセンターに入り込んできやがって。一体何様のつもりだ。淡々とパソコンに向かい仕事をしている俺の横でネチネチと悪態をつく谷山。どうやら仕事でミスをしてしまったようで、始末書を書かされてむしゃくしゃしていたらしい。あのミスだってお前ら事務員が早く連絡をよこさないからだな。
多忙で時間のない俺は迅速に対応しただけだ。俺のせいなんてありえないだろ。事務室に書類を届けに来た府長が信じられないと言わんばかりに厳しい顔つきで谷山をいさめる。自分のミスをちゃんと認めたらどうなの。そもそも連絡を待たずに勝手なことをするなんて考えられないわ。今回は大したことじゃなかったからよかったものの、私たちは人の命を預かる大事な仕事をしているんだから、しっかり反省してもらわないと。子供じゃないんだから、いちいち事務方に当たらないでもらえる？俺があんなミスするわけがないんだ。ひょっとしたら俺の足を引っ張りたい事務の誰かが、わざと連絡を遅らせたんじゃないのか？で、そんな汚いことをするのは。谷山は看護師や事務員をチラチラ見ながら、お前に決まってる！と俺を指さした。本当に子供のような人だと呆れて物が言えなかった。いい加減に広末さんに絡むのはやめてください。あんまりじゃないですか。すかさず鮎川が弁護する。そうですよ、広末さんは真面目できちんとした人です。わざと連絡を遅らせるなんてこと絶対にやりません。塚山も谷山を責める。ああ情けないね、女子にかばわれてやんの。そこへ院長が顔を出す。おお、なんだか騒がしいな。何かトラブルかい？いえ、大丈夫です。何かご用でしょうか？府長が姿勢を正して対応する。ちょっと助けが欲しいんだが。まあ急患ってわけでもないんだけどね。ある患者の治療法にいくつか候補が上がって、医師たちの中でも意見が割れちゃってさ、ぜひ君の意見も聞いておきたいなって思って。それを聞くや否や谷山は興奮して体を乗り出した。さすがは教授、僕を見込んで声をかけてくださるとは。ぜひとも助言させていただきますので、この谷山にお任せください。え？何言ってるんだい、君のわけないじゃないか。そう言って院長は谷山の隣を素通りすると、俺の手を取った。ゆうやくん、君だよ。さあ一緒に来てくれ。え、僕ですか？驚く俺を横目に、すかさず谷山が反論する。院長、ご冗談でしょ。そいつは無能な事務員ですよ。彼が無能だって？何を言っているんだね君は。院長は驚いて目を見開く。何も知らないって幸せね、まったく。とクスクス笑う不調。谷山は狐につままれたような顔で事務員や看護師たちの顔を見渡す。この人はね、常盤病院の院長でいらっしゃる広末五十六先生の息子さんなのよ。医者ではないけれど、他の病院やネットでもアドバイザーとして活躍しているんだから、院長のお声がかかるのは当然ね。不調は得意げに言った。俺は驚いた。まさか府長が全てを知っていたなんて。確かに俺はネットで小さな病院で困っている医師たちの相談に乗っていたのだが、まさか全部知られていたとは。広末五十六？誰だよそいつは。谷山が顔を歪めて看護師たちの顔を見る。まさか君知らないのかね。五十六先生を知らないようじゃ医学界では恥ずかしいことだと思うがね。院長が突然鋭い目つきで谷山を睨みつけた。谷山君、人をバカにするのも大概にしなさい。雄也君がみんなには言わないでくれと言うから黙っていたが、君も少し態度を改めた方がいいんじゃないかね。君は医者になる前にまずしっかりと医学の世界のことを勉強すべきだと思うが、皆もそう思うだろう。院長は看護師や事務員たちの顔を見渡すとにっこり笑った。谷山は驚きと恥ずかしさのあまり、その場にヘナヘナと座り込んでしまった。どうするかね、ゆうやくん。谷山くんにはしっかりとお灸を据えた方がいいかと思うが。いえ、彼の言っていることは半分は本当ですので、お気になさらないでください。実際高卒であることは事実ですし、僕は大丈夫です。ただ医療はチームみんなの協力があって成り立つものですから、そこはしっかりと理解して谷山先生にもきちんと連携は取ってほしいです。
俺はほんの少しだけ谷山に同情の念を抱きながら恥ずかしそうにそう答えた。その時突然看護師が慌てて駆け込んできた。大変です、先ほど国道で事故がありまして救急で患者が運び込まれたんですが、急いで来ていただけますか。俺たちはみんなで地下の救急外来に駆けつけた。これはその痛ましい患者の姿に一度を皆息を呑んだ。トラックが作業している工事現場に突っ込み、歩行者が巻き込まれたらしい。トラックの運転手は不幸にもその場で亡くなったらしいが、皆の視線はベッドに寝かされた7歳くらいの女の子に注がれた。鉄の破片がいくつも頭部に刺さっている。これはひどい。皆の顔が青ざめていく。院長、緊急手術が必要です。かなり危険な手術になると思うのですが。救命救急の医師が困ったような表情で院長に報告する。すぐに脳外科医、神経科医、放射線技師に連絡、手配してくれたまえ。手術は私が執刀しよう。部長、君も手術に立ち会ってくれるね。はい。部長が真剣な顔で返事をする。そして女の子は担架に乗せられ手術室へと運ばれていった。残された俺たちはその場でしばらく呆然と立ち尽くした。あのキスで果たして助かるのだろうか。その場にいた者すべてがそう考えているだろうということは見て明らかだった。おそらくかなり難しい手術になるだろう。でもあの小さな体でどこまで過酷な手術に耐えられるのか、俺の胸に不安がよぎった。そんな気持ちを遮るように部長がパンパンと手を叩くと皆に声をかけた。ほら、あなたたちもぼーっとしてないでサポートに行ってちょうだい。さあ急いで。はい、と返事をして看護師たちも急いで移動する。俺も移動しようと振り返った瞬間、後ろから院長に呼び止められた。君も手術に立ち会ってくれたまえ。え、でも僕は医師免許はないですし、手術室に入るのは。近くでサポートしてくれればいい。手術室に入れないのならガラス越しに手術の映像を見て助言してくれるだけでもいい。でも僕は。俺はうつむいた。院長は真剣な目を俺に向ける。優也君、私はね、あの子を助けたいんだよ。君の力が必要だ。そう言われて俺は迷った。どうする？俺なんかで役に立つのか？その時、ふと何万回もシミュレーションした手術の中に同じような案件があったのを思い出した。もしかしたら何とかなるのかもしれない。何より院長の熱意に応えたい。俺は院長の顔を見て大きくうなずいた。手術着に着替えて院長の後ろに控えた俺は、初めての現場に体が震えるのを感じた。そこには麻酔で眠っている小さな女の子の姿があった。果たしてこの小さな命を救えるのか。いや、臆してはダメだ。何としてでも救わなくてはならないんだ。院長が後部にいる俺の顔を見る。俺は小さくうなずいた。手術が始まり、院長は丁寧に頭部にメスを入れ、一つ一つの破片を取り除いていく。時間だけが刻々と過ぎていく。看護師や院長の額に汗がにじむ。と、その時、俺は何か違和感を感じた。違う。ダメだ。そこじゃない。すかさず頭部を映したビデオスクリーンの拡大画像を見る。俺は、とっさに院長の肩に手を置いた。院長先生、患部は 0.1 ミリ右です。そのまま行けば神経回路を破壊してしまいます。院長は手を止め、拡大画像をじっと見つめていたが、納得したように小さくうなずくと、その神のような手をゆっくりと滑らせた。その後も俺は違和感を感じるまま院長にいくつかの指摘をし、手術は進行していった。もう何時間経ったのだろう。正気を保っているのが信じられない。俺はただ無心で集中し続けた。そして手術は終わった。成功だった。手術室を出た俺は
ベンチに体を投げ出した。初めての現場。シミュレーションではないリアルな手術を目の前にして、俺の精神力は限界を超えていた。だが、心は充足感で満たされていた。サポートだけでこんなに感動を覚えるのだから、実際メスを持って施術をしたら一体どんな気持ちになるのだろう。俺は放心状態のままそんなことを考えていた。そこへ院長がやってきて俺に手を差し出した。慌てて立ち上がる。この手術が成功したのは君の助言のおかげだ。ありがとう。やはり私の目に狂いはなかったようだね。俺は急に恥ずかしくなってうつむいた。いや、そんなことないです。院長の施術は本当に素晴らしかったです。目の前で見られて僕は本当に。急に胸に熱いものがこみ上げてきて言葉に詰まった。院長はそんな俺の手を取ると両手でぎゅっと強く握った。君が小さな命を救ったんだ。よくやったね。こらえていた涙があふれ出し、俺はそれを手で拭った。ありがとうございます。さあ、今日はもう帰ってゆっくり休むといい。院長は俺の肩を軽くポンと叩き、にっこり笑うと立ち去っていった。まだ夢を見ているようなふわふわした感覚に俺はしばらくその場から動けなかった。後から来た府長が声をかけてくる。本当にあなたの適切な指示には驚いたわ。普通ならあんな難しい手術、緊張してガチガチになってしまうものなのよ。しかもこれが初めてなんてね。現役の外科医でもなかなかできないことだわ。なぜそんな素晴らしい技術を持っているのに医者にならなかったの？それはなぜか勉強が嫌いだったとは言い出せなかった。あなたみたいな医者がいればもっとたくさんの命を救うことができるでしょうに。そうでしょ？そりゃ俺だって医者としてたくさんの人の役に立ちたい。でも俺は医大を出ていないので。残念そうに笑う俺を見て府長は言った。人生はね、いつでもやり直せるのよ。今からでも遅くはないんじゃない？一度考えてみたら？みんなあなたが医者になるのを期待していると思うわよ。もちろん私もね。府長は小さく微笑むと立ち去っていった。今から大学に通い医者になる？俺が？まるで電撃を打たれたような感覚を覚えながら俺はその場に立ち尽くしていた。数日後、俺は早速事情を院長に話し、大学に通い直したいと申してた。院長は喜んで承知してくれた。しかも大学の推薦状を書いてくれただけではなく、援助金まで出してくれた。さすがにそこまでしていただくわけにはいかないという俺に院長は言った。君はいつか医学界を代表する素晴らしい医師になると私は信じているよ。大学でしっかり学び、そして海外に行って世界の医術を学んできたまえ。君のこれからの人生はどこまでも希望に満ちている。しっかり頑張りなさい。そして私は立派に成長した君にもう一度会えるのを心から楽しみにしているよ。私だけではない、もちろん君のご両親もね。再び俺の胸は熱く高鳴っていった。ありがとうございます。心からの感謝を込めて俺は院長に深く頭を下げた。そしてその日を最後に俺は黎明病院を後にした。あの小さな女の子の命を救った手術のおかげで俺は目が覚めたんだ。その熱意を胸に俺は必死で勉強してエリート医大の特待生に選ばれた。そしてニューヨークに渡り様々な医術を身につけていった。最先端技術の研究にも取り組み、素晴らしい先生や仲間たちと共に新薬の研究や新しい治療法の発見に心を躍らせ喜びを分かち合った。卒業後、ニューヨークの大学から
このままアメリカに滞在してこちらの病院に来ないかと誘われたが、丁重に断った。なぜなら卒業後の行き先は俺の中でずっと前から決まっていたのだから。あれから7年の年月が過ぎ、俺は27歳になっていた。日本に帰国して早々に俺の足は黎明病院に向かっていた。懐かしさがこみ上げる。さあここから俺の新たな人生が始まるんだ。俺は清々しい気持ちで病院の入り口をくぐった。おはようございます。あら、新しい先生ですか。受付の女の子が資料をめくる。そこに聞き慣れた元気な声が飛んでくる。広末さん、覚えていらっしゃいますか。私、鮎川さやかです。あの後急にお辞めになったから心配していたんですよ。鮎川さん、もう広末さんじゃないでしょ。事務員の塚山美穂だ。どうやらメガネをやめてコンタクトにしたらしい。広末先生、外科医としてお戻りになられたんですよね。おめでとうございます。そうそう、ご立派になられて。またよろしくお願いしますね。二人の元気な姿に相変わらずだなぁと俺は苦笑いをした。そして後ろに府庁の上条が笑顔で立っていた。お帰りなさい、広末先生。またよろしくお願いしますね。その一言で上条の思いが伝わってくる。俺の胸はじわっと熱くなった。はい、今後はこの病院のために精一杯尽くしていきます。よろしくお願いします。俺は深く頭を下げた。自然と周囲に拍手が広がっていく。とそこへなんと谷山が現れた。おいおい、まさか俺を忘れたんじゃないだろうな後輩。これから俺がみっちりしごいてやるから覚悟しとけよ。そういう谷山の後ろから権藤院長が声をかける。おや、谷山君、広末君は後輩ではなく君の上司として働いてもらうことになっているんだが、しごかれるのは君の方じゃないかな。マジですかと驚いて谷山は少しもじもじしながら。広末さん、どうぞお手柔らかにお願いしますと小さい声で言うと、周囲に笑いが広がった。院長はこれからよろしく頼むよと手を差したし、はいと俺はその手を握りお辞儀をした。こうして俺の黎明病院の新たな人生がスタートした。俺は次々と新しい医療を取り入れ功績を伸ばしていった。ニューヨーク帰りとあって俺の評判は各地に広がり、治療を受けたいと遠方からも患者が押し寄せてくるようになっていた。また成功例のない手術を成功させたということから医学会から表彰されたり、全国から講演会の依頼も殺到して、俺は多忙な日々に追われていった。それから5年、権藤院長が引退して会長になるという噂が持ち上がった。俺は驚いて院長室へと駆け込んだ。本当なんですか、引退されるって。俺はこの黎明病院の院長が権藤先生だから日本に戻ってきたんです。それなのに権藤先生以外の下で働くなんて僕には考えられません。僕は俺は言葉に詰まった。そんな俺の肩に院長は優しく手を置いた。広末君、私を慕ってくれて本当にありがとう。だがね、院長はそう言いかけたまま窓辺にゆっくり歩いていくと窓を開けた。春風が桜の花びらとともに舞い込んでくる。さすがの私もね、老いには勝てないんだよ。最初からメスを持つ手が震えてきたら潔く医者を引退しようと思っていたんだ。確かに直接患者の命を助けることはできなくなるのは寂しいが、メスが持てなくても院長をお辞めになる必要はないですよね。ゆうやくん、私はね、君たちのような素晴らしい若手の医師にこそ
この病院を引っ張っていってほしいんだ。私のこの医学への情熱を引き継いでくれる素晴らしい医師にね。院長は再び俺のところへ戻ってくると肩に手を置く。君のような素晴らしい医師にね。え？広末優也君、改めて聞くが、この病院の院長を本気で引き受けてはくれないかね。院長？この僕がですか？俺は一瞬固まった。君ならきっと私の意志を継いでこの病院をさらに盛り立ててくれると思うんだが、私の最後の頼みを聞いてもらえないかな。俺はあまりの驚きによくわからない返答をしてしまった。はい、あ、いえ、その、何と言いますか。院長は大笑いすると俺の肩をポンポンと叩いた。わっはっは、君、まるで私がいなくなってしまうみたいな顔してるな。まだ私はいなくなるわけじゃないから安心したまえ。君が困った時は全力でサポートするから。俺はなんとなく決まりが悪いような気持ちで、ああ、それなら、とつい答えてしまった。その様子にまた院長は大笑いをし、そんな感じで俺はその日、新院長に任命されたのだった。その後俺は権藤先生の意思を受け継ぎ、誰にでも優しく丁寧な医療をスローガンに掲げてチーム医療の体制を設けた。患者の誰もが分け隔てなく治療を受けられる黎明病院がそんな場所であり続けられるように、医師だけでなく看護師や事務員皆が協力して最善の医療現場を提供できるように、俺たちは日々患者に寄り添っていこうと強く誓った。人生は長い道のりだ。時には道を間違えてしまうこともあるだろう。でも大事なことさえ忘れなければいつでもやり直せるんだ。俺は勉強が嫌いで一度は大学を諦めた。学歴なんて関係ない。医者にならなくても医療に携わることができればそれでいいと思っていた。でもそれは違った。学歴は人の上下を決めるものではなく、自分の夢を実現させるための通行手形のようなものなんだということに気づくことができた。俺は時々幼い頃父が言った言葉を思い出す。知識というのはいくら持っていても損はしない。いつかきっとお前を助けてくれるはずだ。だから父さんと母さんはお前にできる限りの医学の知識を与えよう。それがいつかお前にとっての最高の宝物となるように。そうだ、両親がプレゼントしてくれた知識こそが宝物なんだ。そしてその宝物を輝かせるために学歴という最高の通行手形が必要となる。それを持っている人間だからこそ人々に貢献していく使命と権利を与えられるのだ。俺はこれからもこの宝物を大切に世の中の病気と戦っていくことを心に誓うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。生意気な底辺は契約切るぞ。そう言い俺の頭に冷たい水をかける元同級生。うつむけばポタポタと前髪から水が滴り落ちる。それを見つめながら俺の頭にはもうダメだという言葉が浮かんだ。ああ、こいつバカじゃん。終わったわ。そんな俺の様子を見て工事長がそう言ったのが聞こえた。そして彼は俺に笑みを向ける。社長、全員撤収しますか？その言葉に同級生が目を丸くする。信じられないのか、俺をバカにしてこようとする同級生に今度は現場所長が告げた。社長にこげなことしてくれるとはどう責任取るんや。ドスの聞いた声に同級生は顔面蒼白になって黙り込む。次に彼が口を開いた時には時すでに遅し。俺は
棚町蒼太。恋人も恋愛経験もろくにない寂しい独身だ。兄弟もおらず、祖父母もすでにいないので、俺の家族は同居している両親だけである。その両親は俺に彼女がいないことを何とも思っておらず、彼女ができたら紹介してね。正直蒼太にできるとは思ってないけど、という始末である。正直言うと俺も彼女を作る気がないので、それは合っているのだが、そんな俺は今炎天下の中、とある商業施設の工事現場にいた。作業員ではない俺自身がここにいても意味はない。しかし会社にこもって事務仕事をするより、ここで作業員の応援をしている方がまだずっと会社に貢献しているように感じるのだ。あ、蒼太さん、お疲れ様です。いらっしゃってたんですね。お疲れ様です。ああ、みんなお疲れ様。作業員たちは俺の姿に気づくと気合の入って挨拶をしてくれる。それに俺も負けじと大声を出して返事をした。お疲れちゃんね。元気よく挨拶を交わす作業員に紛れて、そんな適当な挨拶が飛んでくる。その声に俺は思わず苦笑した。ケイ君、もう少しちゃんと挨拶しようか。またまた、ソータも僕がちゃんと挨拶するなんて思ってもないくせに。そう言ってヘラヘラと笑いながらおちゃらけているのは朝比奈慶。これでもここの工事長を務める男だ。確かに慶さんがきちんと挨拶したら逆に怖いです。事故が起きる前触れかってなりますね。でしょ。でもそれ失礼だからね。これほど適当な人間は未だかつて見たことがなかった。しかし彼はその性格からか、部下からは慕われていた。みんなが K さんと呼び、それに笑顔で答える K 君。 K 君がいるといい感じに空気が緩むね。そう？現場はどうしても職人気質の難しい人間が多いが、彼のような少し適当な人間は現場の空気を和ませてくれる。そんな彼がいてくれることで不要なトラブルをあまり起こさない役割を持っていた。しかもやるときはちゃんとやるといったスタイルなので、社内でも屈指の人気社員だ。俺もなんだかんだで頼りにしている。おお、蒼太君、今日はここまで来たんかい。会社におらんでもいいのかい。親父にまたどやされちまうよ。言いながらあごひげを撫でているのは飯沼与平さん。彼は現場所長であり、この工事現場の実質トップの人だ。少々腰は曲がっているが、未だに現役として働いている古参の一人である。お疲れ様です。父にはいい感じに言い訳をするので大丈夫です。蒼太君も相変わらずだな。そう言って笑う与平さん。ふと与平さんが目で、例の件かと聞いてくる。それにやっぱりこの人にはお見通しだなと思いながら、うなずくと、やっぱりなと、また彼は笑った。笑い終わると彼は作業員に向き直る。まあ今日も近所迷惑にならんように最低限の騒音で済まそうか。そう言い、 K 君と与平さんは朝の準備運動に取り掛かり、作業員たちに今日の連絡をして工事が始まった。僕はみんなの邪魔にならないように建物の隅に立ち、現場に異常がないか、九段の人物が邪魔をしに来ていないか目を光らせていた。さて今日は来るのかな。作業員でもない僕がなぜこんなところにいるのか、その理由は先日作業員からとある苦情を聞いたからだった。その苦情とは、建設会社の社員が偵察を名分に作業員たちにたちの悪い嫌がらせをしているというものだった。これに対し俺はすぐに建設会社の方に抗議しようかとも思った。しかしその前にしっかりと実績を見てから動こうと考えたのだ。もちろん相手の会社には何も伝えていない。みんなしっかり働いてるな
ひとまずその社員が来るまで現場を見ることに。それからしばらくすると入り口の扉が開き、スーツを決めた男が入ってきた。おう、もっとテキパキ動けよ。可能な限りスケジュールを早めるんだ。入って早々大口を叩くのはうちの会社と契約している社員で、今回の工事を担当している梶木優也だった。ついに来たかと思いつつ、俺は梶木へと歩み寄る。梶木さん、おはようございます。俺は彼に頭を下げて挨拶する。ああ、おはよう。昔からお前は朝が早いな。俺は起きるのが苦手だよ。あ、冷たい茶出しといてくれや。その頭に手を置く梶木。実はこの梶木とは高校が同じで、クラスも3年間同じだった人間なのだ。この態度を見ればわかるかもしれないが、学生時代の彼との関係は良好とは言えない。学生時代、彼は何かと俺に絡んできては嫌がらせをしてきた。棚町っていつも気楽そうだよな。あんなじゃこれから先の人生出世できず苦労しそうだわ。俺の何が気に入らないのかわからないが、よくそう言って俺のことを笑っていた。それに対して当時の俺は全く気にしておらず、仲のいい友人たちが俺の分まで彼に言い返してくれたので問題なかった。そして現在、もっと冷たいのはないわけ？使えね。エアコンの効いた部屋でくつろぐカジキ。一体何しに来たんだと思うが、それを表に一切出さずに彼に声をかける。作業始まってますよ。向こうで進捗状況とか見なくてもいいんですか？俺の問いかけにカジキは不機嫌そうな顔をする。おい、エリートの俺が下働きの連中と同じ炎天下で仕事しろってのかよ。無理無理、報告なら昼休憩とか終わってからでいいだろうが。そんな彼の様子を見て安堵する。この様子じゃ作業員から上がってきた苦情は正しいようだな。そう確信することができた。俺は上がってきた報告書の内容を思い出す。作業員を急に呼び出して仰がせる。飲み物を自分はお金を出さずに買わせる。無能呼ばわりをして少しでも反抗しようものなら報告書に嘘の供述をして社から罰を受けさせようとするなどなど。こいつならやりかねない。俺はそう思った。もうこんな時間か。結局午前中カジキは涼しい部屋でひたすらスマホゲームをして過ごしていた。何度か現場に行くように促していたが、一向に動く気配はなかった。それどころか、こっちは今ゲームしてるんだ、邪魔すんなと怒号を浴びせる始末だ。そのため俺も途中で言うのをやめた。ああ、あっつい。お昼だ。お昼になって作業員たちが続々と昼休憩のために部屋に戻ってくる。俺はそれを笑顔で、カジキはうんざりしたような顔で出迎えた。おいおい、お前らは外で食えよ。部屋が弁当臭くなるだろうがよ。そう言って作業員を外に追い出そうとするカジキ。そんな彼を与平さんが止める。カジキさん、申し訳ないけど彼らも暑い中頑張って作業したんですわ。少しくらい涼ませてあげてはどうやろうか。与平さんはヘコヘコしながら提案する。おい、じいさんよ、俺の言うことが聞けねえのか？俺は今疲れてるんだよ。そんな中で弁当食われたら休むこともできねえじゃねえか。午前中何もしてないじゃん、あんた。おらつくカジキに K 君がつぶやく。すると今度は彼を睨んだので、俺はすぐに二人の間に割って入る。あれでしたら今のうちに午前中の進捗状況の報告を受けたらどうですか？ああ、そうだな。俺の言葉に不服そうにしながらも、カジキは与平さんの報告を聞き始めた。聞いてる最中にもカジキは舌打ちなど聞く側の態度はなっていなかった。その様子に俺だけでなく
作業員全体がイラついているのが伝わってくる。おいおい、遅れてんじゃねえかよ。何遊んでんだ、お前らはよ。報告を聞き終わったカジキがそう怒る。申し訳ないね。体調を崩す若手が多くいてね。軽度の熱中症らしいんだよ。ほら、休憩も外で取ってる子多いからね。そんなカジキに現実を話す与平さん。その与平さんの襟元をカジキが掴んだ。あ、遅れが出てるのは俺のせいだって言いたいのか。昼休憩を外でさせてる俺のせいか。そう勢いづく彼に俺は頭を抱えたくなった。言い争いというか、カジキの一方的な怒りは収まることなく、次々と暴言を吐き散らかす。そもそもお前らが最初からもっと大人数で作業を進めていたら短縮できたんじゃねえか。無能は何人集めてもダメってか。とんだ言いがかりだ。とはいえ反論なんかしたら余計に時間と気力が奪われる。そのためみんな黙って聞いていた。そんな中、 K 君が怒るカジキを無視して室内で弁当を開いて食べ始める。飯なんか食ってないで作業しろよ。もちろんカジキがそれを許すわけもなく彼に怒鳴り込んだ。そんな彼を見ていて俺はふと疑問に思った。どうしてここまで作業を進めることに執着しているんだろう。しかし工事そのものは予定通りなはずですよ。別に遅れているわけでもないし、どうしてそこまで早く従うのですか。思わず怒るカジキにそう尋ねる。俺の問いかけに一瞬気まずそうな顔をしたカジキだが、すぐに怒りの表情に戻った。とにかく三下は俺の言うことを聞いて働けばいいんだよ。飯を食うな、休むな、動けよ。俺の問いかけにまともに返事をせずそう言うカジキ。先ほどより明らかに苛立っており、怪しさ満点だ。誰が見ても何か隠しているのがバレバレだ。何焦ってんの。そんなカジキに K 君がクスクス笑いながら尋ねた。それに一瞬固まるが、彼は怒りのまま冷たい水が入ったコップを手に持ち、余計な詮索はすんな。いいか、俺はここの管理を任されてるんだ。お前らがあまりにも言うこと聞かないなら契約を切ってやってもいいんだぞ。俺はここで一番偉いんだから何しても許されんだ。そう言って俺に冷たい水をかけた。それに作業員の驚いた声が聞こえる。生意気な底辺は契約切るぞ。にやつきながらそういうカジキに対し、俺は無言で下を向いた。もうダメだな。これ以上こいつの好き勝手にしたらうちの会社の害になる。あ、こいつバカじゃん。終わったわ。そんな俺の考えに気づいたのか、 K 君が立ち上がったのがわかる。蒼太君、いや違うな。社長どうします。もう撤収しちゃいます。 K 君の言葉にカジキが目を丸くする。その目は信じられないと言っていた。社長、こいつが何言ってんだよ。こいつはバイトかなんかだろ。こんなやつが社長だなんて。さらに言い続けようとしたカジキだが、それを与平さんが遮った。あ、お兄さんがたまらんかい。蒼太君は名実ともに今日から社長じゃわい。その社長にこげなことしてくれるとはどう責任取るんや。先ほどまでのヘコヘコした感じではなく、ドスの効いた声色でカジキに詰め寄る。その表現ぶりにカジキはたじろいだ。そんなカジキに俺は冷たい視線を向けた。いいです、カジキさんの言う通り契約は終了としましょう。解体作業に移ってください。俺の言葉におうと返事をし、他の作業員は次々に解体し始めた。何してる、待て、おい、やめさせろ。慌ててカジキが止めようとするが、作業員たちは無視。もちろん俺も完全無視で彼らを止める気は毛頭ない。やめろって。そして
カジキの言葉も虚しく、どんどん建物がなくなっていく。その様子にカジキは慌てた様子で、どこかに連絡を取っていた。これは一体どういうことですか？説明してください。すぐにカジキの上司が飛んできて、状況の説明を求めてきた。それに、俺たちは包み隠さず、ことの経緯を説明する。しかし、そんなこと僕はしてません。少し今後の計画で揉めただけで、言うことを聞かないなら解体すると言い始めたんです。そうカジキは虚偽の弁明を上司に始めた。僕たち両方の話を聞いた上司がどうしたものかと首をかしげる。そんなキモいこと言うかと思ってさ、じゃーん、録画してました。すると K 君がスマホの動画を上司に見せた。そこには今までのカジキの言動がしっかり残されており、俺が水をかけられたところも残されている。それを見た上司がカジキを冷たく睨み、カジキは冷や汗を流す。どうやら嘘つきはお前のようだな。結果その動画が決め手となった。すぐにカジキは会社に戻されることに。次の日からは違う担当になった。それから相手側の会社から平謝りをしてもらったことで、工事はそのまま進められることに。やったね、ソータ君。皆さんのおかげです。厄介な奴がいなくなったことで、俺たちは大喜びする。特にケイ君とヨヘイさんが、スカッとして人一倍喜んでいた。それから、俺は相手側の会社から、カジキがなぜあそこまで焦っていたのか教えてもらった。何でもカジキは自分のリーダーシップがよく取れていることをアピールするために、会社には作業が早く進んで短縮できそうだと報告していたそうだ。そのためスケジュールが予定通りにもかかわらず焦っていたということらしい。それで焦って進めようとしていたのか。だからやたら作業をさせようとしていたというわけである。しかし、それを素直に現場が聞くはずはない。だって、作業は予定通り順調に進んでいるのだから。それで苛立ち、嫌がらせをするようになった、と。思いっきり逆効果だと思うけど。カジキにとって、現場の作業員というのは見下す対象で、自分の命令を絶対聞く存在だとでも思っているのだろう。現実はそんなことはない。悪事はいつかバレて、それに見合った罰を受けるものなのだ。ねえ、ソータ君、あのカジキだっけ？見なくなったよね。ケイ君の言う通り、あれから現場でカジキの姿を見た者は誰もいない。ああ、彼ね。一応首の皮一枚つながったみたいだよ。噂によると、会社を首にならずに済んだものの、現場を軽視していると判断された。そして契約を結んでいる現場作業員として肉体労働を強制されているらしい。これで現場の気持ちも少しはわかるといいけど。そうなんだ。うちにはもう来ないよね。うん、これ以上迷惑はかけないってさ。ちょっとだけ残念。もしうちに来たらいろいろと教えてあげたのに。そう言って笑うケイ君の笑顔はいつもの気の抜けたものではなく、どこか怖いもの。そんな彼に苦笑しながら、もし現場に来てたら地獄を見てたんだろうなと感じた。社長席に座りながら、今回のカジキとの一件の報告書に目を通す。カジキとは学生時代を共に過ごした経験がある。俺は一流大学に入って大企業に入る。お前たちとエリートである俺は進む道が違うんだよ。そんなことをよく言っていた覚えがある。当時から少し傲慢で見栄っ張りなところがあった。しかし、あそこまで尊大になるとは思わなかった。嫌がらせをする卑怯さは変わっていなかったみたいだが、昔からあいつの考えはわからなかったな。一方で俺は競争心などはあまりなく、人生には流れがあって逆らわず、流れに身を任せる生き方が性に合うと昔から思っていた。そんな俺の性格を知ってか、カジキは昔から俺を下に見て小バカにしていたように思える。今回の一件も自分が社長ではなく
先代の父が取り締まってくれればこれほど大きくならなかったのではないかと思う。調べてみるとカジキが暴走し始めたのも今回の工事に俺が関わっていると知ってからだった。俺は人望も厚いからスケジュールを前倒してみんなが進めてくれるから、お前はバイトとして少しでも俺の役に立ってくれよな。確かそんなことを会って最初の時に言っていたような気がする。その時は何言ってんだこいつとしか思わなかったが、さらに報告書に目を通すとカジキが俺の会社に無理な要求を以前からしていたことが記載されていた。どうやら父が社長していた時代からカジキは無理難題を押し付けていたようだった。それに俺は納得する。先代の社長である父は腰の低い人間だった。言い方は悪いかもしれないが、その優しさゆえに社員からは慕われ愛されていた。親父、何でもかんでもはいはいって受け負っていたらすぐにキャパオーバーするよ。分かってはいるんだけど、困ってるって言われちゃうとな。俺のできる限り全力で応えたいんだ。社員や取引相手の要望には可能な限り全力で応えたい。父がよく言っていた言葉だ。そこにつけ込まれたのだろうか。5月、時期はぴったりだな。父が体調を崩し始めたのが去年の6月頃で、カジキが俺の会社との接点を持ったのが去年の5月。報告書を見る限り毎日多くの要求を父に言っていたようだ。その父は現在入院している。体調を崩して会社に出向くことができなくなり、ついに母の勧めもあって入院を決めたのだ。その代わりに自分が社長になったわけだが、父は体調を崩した理由は言わなかった。きっと父のことだ、取引相手のせいだとは絶対に言いたくはなかったのだろう。何か注意することとかある？それは、いや、何でもない。何か言いたげな様子ではあったが、俺も深く聞こうとしなかった。本当に親父は優しすぎるな。父は長年人情深さや優しさでこの会社を成長させた。カジキにつけ込まれたとはいえ今までの実績がある。自分には父のような優しさがあるのかとふと思ってしまった。作業員のみんなが向けていた信頼はカジキ君やなくて蒼太君やったのにね。それに気がつかんかったのは何ともかわいそうな話や。与平さんにカジキの話をすると彼はそんなことを言った。あの時はあれほど怒り俺に水をかけたカジキを殴りそうな勢いだった与平さん。しかし今はカジキの性格から来たあの言動を哀れむ素振りを見せていた。俺はどうなんだろう。正直俺は不安になっていた。確かに今回はみんなのおかげで乗り越えることができた。しかし与平さんが言った通り、本当に作業員の信頼を俺は得ることができているのだろうか。たまたまカジキと揉めた日に俺は社長になった。みんなは社長だから俺に親しくしてくれているのではないか。そんな不安に駆られてしまうのだ。俺はちゃんとやれるのかな。もし社長という肩書きにみんなが傾倒してくれているのならば、その肩書きがなくなったら自分には価値がないのだろうか。父はどうやって作業員たちから信頼を得たのだろうか。そんな悩みが俺の中にあった。蒼太君、何か悩んでるんとちゃいます？え？ある日俺が悩んでることに与平さんが気がつき、俺に声をかけてくれた。それに俺は今の自分の立ち位置に不安を抱いていることを話す。人の上に立つちゅうことは難しいもんですからな。あれやったらわしの親しいやつが同じ業界で社長しよりますわ。そいつに話を聞くなり現場を偵察するなりどうですか？そして彼はそう提案してくれた。他の会社？父ではなく？他の会社にお邪魔するより先代の社長だった親父から話を聞く方がいいんじゃないか？確かにそれが早いでしょうけど、親父さんは親父さんのやり方、
ソータ君にはソータ君のやり方がありましょう。親子やからって何でも真似せんないといかんわけやないですから。外の情報を仕入れるのも社長として大事ですわ。俺の疑問に総力説され、俺はその提案を受け入れることにした。それから与平さんの計らいで、俺は年の近い K 君を連れ、与平さんの友人が経営する会社に赴いた。そこで仕事っぷりを観察させてもらう。なんで僕まで、社長とか面倒いだけでしょう。 K 君は乗り気ではなく、初めはずっとぶつくさ文句を言っていた。しかし現場に着くと、俺の会社では扱っていない高額の重機を見て、すげえ、こんなん扱えるの羨ましい、ソータ君あれ買ってと俺より興奮した様子を見せていた。そんな K 君は一旦放置し、俺は与平さんの友人の三郎さんと話をする。与平からいろいろ話を聞いとるわ。最近社長になってうまくいけるかわからんって話やろ。三郎さんは鼻で笑いながら話す。まるで大したことじゃないと言われているみたいだった。そんなん気にせんでいいと思うけどな。お前はずいぶん人から愛されとるやろ。それは肩書きにやない、あんたの中身にや。そう断言されてしまう。どうしてそこまで断言できるのか、俺は三郎さんに問いかけた。最近うちにアホの社員が修行に入ってきてな、そいつからたまたまあんたの昔の話を聞くことがあったんよ。そいつまあ性格悪いのは置いといて、お前に嫌がらせしよった言うんよ。その言葉に真っ先に出てきたのはカジキのことだった。まさかカジキが送り込まれた現場というのがここのことなのか。まさかカジキがいるんじゃないかと俺は思わず周りを見渡した。今日は休ませた。三郎さんの言葉を聞いて俺は安堵して彼の話を聞く。そいつが言うには、ソータは自由なやつで自分のやりたいことばっかりやってた。その自由を謳歌する姿にみんなが惹かれて親しみを持って接していた。自分とは違う生き方で成功しそうな姿に腹が立ったってな。カジキが学生時代に俺に嫌がらせをしてきたのはそんなひがみから来ていたのか。そういえば何かと俺の方を見てきた気がする。学生時代の俺は今よりも自由にやっていたという自覚もある。初めて知った理由に俺は少しだけ納得した。つまりお前はお前のままでいることが秘訣っていうわけやな。そう言い三郎さんはある場所を指さす。そこには K 君が高額重機に危機として勝手に乗り込もうとしている姿があった。ちょっと K 君、何してるの。ちなみにやけど、あれ丸々多くするからね。壊してもええけど弁償やわ。与平さんに似たドスの効いた声色で脅される。それに俺は一気に血の気が引いた。K 君待って、動かないで。ははは、何慌ててるん。僕がうまくこなしてやれば購入も検討してよ。慌てる俺に対し笑顔で叫ぶ K 君。いやいや無理だから。まだ無理だ、お金がないから。ならお金貯まるまで重機をアホほど買えるまでずっとソータ君のところで働いてやるわ。俺の返事に K 君はにこやかに叫んだ。その言葉に思わず涙ぐみながら俺は彼に近づいた。なんとか K 君を重機から引き離し三郎さんのところに戻る。俺の言ったことなんとなくわかったみたいやな。はい、三郎さんと K 君のおかげです。悩みが晴れたことですっきりした気分だ。俺の言葉に、俺何もしてないよと首をかしげる K 君。うん、いろいろとやってくれたんだけどね。ついでだから俺らの仕事見ていけ。はい。それから俺はもう一度じっくり現場を見させてもらう。今度は K 君から目を離さないようにして、高額重機が動く姿を見て興奮する K 君。次第に俺もそんな彼に釣られて一緒になって重機に目を輝かせるようになる。そんな俺たちに三郎さんは
若いな、と笑っていた。本当にすごかったんだから、いつか僕も捜査したいな。自分の現場に戻ってからも、K 君の興奮は終わらなかった。作業員に話して聞かせ、それに周りも、いいな、と話を聞いている。紹介した甲斐ありましたわ。いい顔になっとる。与平さんは俺の顔を見て、そう言ってくれた。それに、俺も笑顔でうなずき、紹介してくれたことに感謝した。あれから俺はバリバリと働いている。今日はあそこに顔を出そうかな。社長でありながら、毎日どこかの現場に顔を出していた。そして、作業員たちに手土産や励ましの声をかけ続けている。みんな、お疲れ様。今日はみんなに差し入れを持ってきたから、休憩時間にでも食べて。おう、ありがとう、蒼太くん。蒼太くんもすっかり社長やね。そのおかげか、作業員たちのやる気も満ちている。それにより、作業効率が高まり、スケジュールが前倒して進むと、契約会社からは評判がいい。俺も社長として、板についてきたように感じていた。親父、来たよ。調子はどう？俺は、父の元に見舞いに行く。社長になりたての頃は、俺自身てんてこまいで、なかなか来ることができなかった。今は仕事も精神的にも落ち着いてるので、こうして顔を出すことができる。ああ、そうたか。お前の仕事ぶり、聞いたぞ。どうやら、見舞いに来た作業員から、俺の話をいろいろと聞いたらしい。穏やかな顔をしているから、説教とかはなさそうだ。お前のやり方は俺と違うが、それでいいんだ。うん、みんなのおかげで、そう思うことができた。そうか、少し心配だったが、お前なら大丈夫だな。会社を頼んだぞ。父にそう言われ、俺は嬉しく感じた。ああ、あとは俺に任せて、親父はゆっくり休んでくれ。それなんだけどな、退院して落ち着いたら、母さんと旅行にでも行こうかと話してるんだ。そう言って穏やかに笑う父。俺はもちろん賛成した。今まで父なりに会社を経営し、カジキに散々苦労させられてきたんだ。ゆっくり休んで、好きなことをしてほしいと思った。あら、そうた、来てたの？そんなことを話していると、どこかに行っていた母が入ってきた。そういえば、そうた、遠縁の人がそうたくんを紹介してくれって言われたんだけど。今はいいかな。もうしばらくは社長業に集中したいし。そう言うと思って断ったわ。まるで分かってたという風な母。それからは久々に家族3人で穏やかな時間を過ごした。順調な俺だが、カジキの方はそれなりに苦労しているらしい。三郎さんから彼の話を聞かせてもらった。今まで現場仕事なんてしたことがないので、慣れるまで泣きながら仕事をしていたそうだ。まあ最近ようやく目標でも見つけたんか、顔つきが変わったわ。そう言っていた三郎さん。カジキに何があったのかはわからない。あの性格がどこまで変われるか、見ものだな。誰もが自分の立ち位置に不安を感じることはある。社会に出ると、信頼や信用という言葉は、重く背中にのしかかる。そうたくん、次の現場なんだけどさ。何かあった？その中でも、俺は自分なりのやり方を見つけた。父とは違う、俺なりのやり方。そうたさんって、現場に来てくれるから相談しやすくて、助かりますよね。現場のこと分かってるから、話が通じやすいんですよね。差し入れとかもしてくれるし。俺が見つけたように、自分らしさを捨てることなく、自分にしかできないこと。自分だからできること。それらを見つけ、発揮していけば、自然と周囲に人が集まってくるのではないだろうか。さて、今日もみんな頑張ろう。安全や健康に気をつけてね。そうたくんもあんまり無理しないでよ。あの重機買ってもらうまで、社長やっててもらわなきゃなんだから。なんかあったら言ってください。わしらが力になりますから。
うん、ありがとう。今までもこれからも俺を信じてついてきてくれるみんなのため、俺なりのやり方で頑張っていこうと決めた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。目の前に憎らしい顔がある。見ているのも不快だ。以前いろいろお世話になった先輩だ。その大嫌いなへの字に曲がった口が開いた。おうおう、どの面下げてきたんだ。不正請求した井口翔くんじゃないか。刑務所にでもいるのかと思ったよ。何しに来たんだ。相変わらず腹立たしい口調で喋る。だが熱くなっては負けを見る。俺は冷静な笑みを浮かべて応じた。犯罪者扱いはやめろ。まったく相変わらずだな。お前が店長か。坂本雄介、お前が笑ってられるのもあと数分だ。俺の名前は井口翔、32歳。中古車販売店で営業として働いていた。俺は幼い頃から車が好きだった。父親がクラシックカーが好きで、中古車販売店やカーオークションによく連れて行ってもらっていた。よく父親にクラシックカーに乗り換えるようにしつこく迫って困らせていたな。誕生日やクリスマスプレゼントもクラシックカーの模型やプラモデルをお願いしていた。プラモデルなんかはよく父と一緒に作っていたな。カーオークションではクラシックカーを買い付けているバイヤーと知り合うこともしばしばあった。知り合いのおじさんたちにいろいろな型やパーツなどの話を聞いてワクワクしていた。車の雑誌を父が見ていた時に俺も気になって見せてもらったことがあり、その時にクラシックカーのページを見つけてさらに引き込まれた。新品にはないデザインに魅力を感じ、俺はクラシックカーの虜になった。休みの日には父親の洗車を手伝い、ドライブに連れて行ってもらうのが日課だった。そんな父と俺に母は、似た者親子でいいわねと微笑みながら様子を見ていた。将来は車関係の仕事に就きたいという思いは強く、小中高すべての卒業文集に書くほど車が好きだった。そんな俺には幼なじみで歌子という右耳が生まれつき聞こえにくい女の子がいた。歌子は隣に住んでいて、幼い頃から仲が良くてお互いに家を行き来していた。しかし彼女は中学2年生になった時、とあることをきっかけに話すことはできるが自分の声が嫌いになってしまい、口を閉ざすようになってしまった。そのことでクラスメイトからは、美人だからって調子に乗っていると中学に入ると嫌がらせを受けていた。ある日の出来事だった。歌子とはクラスは別だったけど、嫌がらせを受けていると俺に打ち明けてくれていたので、時折様子を見に行っていた。今日はいいかと思って家に直帰すると、歌子の母が家に来て、歌子がまだ帰っていないとのことだった。俺ちょっと探してくるから、おばさんは家で待ってて。そう言って俺は家を飛び出て帰路をもう一度たどった。助けを呼んでみろよ。はっ、でも話せないし聞こえないかと、どこからともなくゲスな笑い声が聞こえてきた。俺はまさかと思い、声のする方向に走って向かった。がむしゃらに走ってきたが、辺りを見回しても歌子の姿が見えない。すると橋の下から笑い声とともにバシャーンと水の音がした。橋に手をかけて覗き込むと、バカにされ絶望する歌子の姿が見えた。歌子、俺はとっさに名前を呼んだ。すると周りの奴らが急いでどっかに行ったのが見えたが、今はそれどころじゃない。歌子を助けなきゃと思い、急いで橋の下まで駆け下りた。歌子大丈夫か、びしょ濡れじゃんかと声をかけたが、歌子は黙って下を向いていた。このまま歌子をお母さんの元に返したら心配されるだろうな。そう思った俺は着ていた上着を歌子に渡して川に飛び込んだ。
思わず歌子は、翔、何してるの？と驚いた様子だった。よし、川で遊んでたってことにしよう。とりあえずさ、一緒に帰ろうぜ。と笑ってみせた。困ったように笑って歌子は、バカだな。ありがとう。と礼を言った。帰りの道中、歌子は気にしているのか。私は右耳が聞こえないからうまく会話ができない。私と話していて面倒だと思わないの？と聞いてきた。俺はそんなこと全く気にしたことないので。面倒？なんで？お前と話がしたいから俺はここにいるんだよ。と言い返した。そう言うと歌子はほっとしたように笑ってみせた。そして俺は思い出したように、そうだこれやるよ、と母にもらった防犯用のシルバー製の笛を歌子に差し出した。歌子はなんだこれと言わんばかりに首をかしげたので、俺はこう言った。これを吹けばいつでもお前のところに駆けつけられるだろう。と言ったはいいが、なんだか照れくさくて顔を見られたくないから歌子の半歩先を歩いた。その後高校からは別々の道に進んだが、今でも週に 2,3 回程度メールをする仲だ。そして車好きな俺は高校卒業後、念願の車関係の仕事に就くことができ、中古車販売店に営業として就職した。そこでは俺の教育係として3年先輩の坂本さんがついた。坂本さんは断るごとに高卒の俺を、高卒だからわかんないかとバカにしてくる。しかし大の車好きだった俺は仕事が楽しく、成長して坂本さんを見返してやると前向きだった。幸い俺はそういうのを気にしない性格で、持ち前の人当たりの良さと知識の豊富さで営業成績を増やしていった。それを坂本さんはよく思っていなかったのか、俺への態度はどんどん悪化して、ついには口をあまり聞かなくなった。俺が入社してから4年後の春、歌子が客として来店した。歌子は高校卒業後大学に進学し、この春から働き始めたらしい。美人な歌子を接客しようと坂本さんがすかさず名刺を差し出し、私坂本がご案内させていただきますので、こちらのお席におかけくださいと言ったが、井口さんはいらっしゃいますか？と歌子は言い、全く相手にせずまっすぐ俺のところに来て声をかけてきた。翔、久しぶり。久しぶりだな。今日はどうしたの？と聞くと、自信に満ち溢れた笑顔で、就職祝いに車を購入したいの。それでね、車を買うんだったら翔のいるお店で買いたかったから来ちゃった。お願いできる？と言ってきた。俺は嬉しくて、もちろん、どんな車を探して？と昔話や近況などを交えながら歌子が乗りたいという車を探した。俺と歌子が楽しげに話す様子を見ていたからなのか、最近睨まれたり舌打ちされたりが多くなってきた。相変わらず俺はそういうのは気にしないもので、我関せずといつも通り仕事をした。しかしその日は突然やってきた。ある日俺は店長から呼び出された。普段温和な店長が激怒していたと同僚から聞き、不思議に思いながらもスタッフルームに向かった。すると店長から今まで聞いたことのないような土器のこもった声で、申し訳ないけど君にはやめてもらうと突然首を宣告される。俺は頭が真っ白になり、数秒間何を言われたか理解できず呆然とした。俺の正気を取り戻すように机にドンと請求書を突きつけられた。請求書を手に取ると、ありえないほど必要のない修理や高額な部品交換がずらりと並んでいる。そう、これは知識豊富だからこそわかることだ。俺なら絶対にこんな無駄な買い付けはしない。しかも担当者の欄には井口翔とまさかの俺の名前が書かれている。全く身に覚えもなければ、当然書いた覚えのない請求書にムカつきを感じながらも
冷静に抗議した。しかしそれも虚しく、店長は残念そうに。君がこんなことをするとは思っていなかった。だが事実、君の名前とハンコまで押してあるからね、と一蹴され、俺は懲戒解雇を言い渡されることになった。スタッフルームを出た瞬間、心配していた仲間たちが駆け寄ってきた。みんなが心から憤慨してくれて、自分の立場でなくても俺のことを気にかけてくれるってのは嬉しかった。理由を説明すると、同じくらいの憤りを感じてくれたみたいで、俺に声援を送ってくれた。俺がそんなことするはずがない。周りの人たちがそう言ってくれただけで、心は救われた気がした。退職後、自信を喪失し引きこもり気味になっていた俺に、歌子からの連絡が入った。彼女は最近ドライブにハマっているらしく、もし時間があるなら付き合ってほしいと言ってきた。少し考えた末、久しぶりに外の空気を吸ってみるのも悪くないと思い、彼女とのドライブに応じることにした。夜中にドライブするのっていいよね。車通りが少なくて走りやすいもんね、と歌子が口を開いた。楽しそうに運転をしている彼女を見て、サイドミラーに映った自分の顔を見た。なんて辛気臭い顔していたんだ。せっかく歌子が楽しそうにしながらドライブに誘ってくれたというのに、俺はなんて情けないんだ。せめて明るく振る舞うように会話を続けた。ところで翔さ、覚えてる？ん？何を？見当がつかないので首をかしげた。すると彼女はクスッと笑って言った。もう、川で遊んだ時のことだよ。遊んだ？ああ、あれね、よく言うぜ。からかうように言うと、彼女は大笑いしながら言った。言うね。右耳が聞こえないじゃない。それでさ、周りとは話しづらいし、たまにどもったりするのをさ、みんなにバカにされてさ、それで口聞かなくなっちゃったんだよね。それで嫌がらせされたってこと？初めて当時のことを聞いた。嫌がらせされてるのは知っていたが、理由までは知らなかった。歌子は話を続けた。まあそんなこんなでさ、私さ、顔だけはそれなりにいいじゃん、とケラケラと歌子は陽気に話し始めた。自分で言うのかよ。まあ確かにお前は顔は美人だし、そういうところも嫌いじゃないけどな。えへへ。そんでまあ、右耳が聞こえないくせに気取った女だってことで嫌がらせされたのよ。くだらないよね。その当時はまあ苦しかったけどね。今もたまに人と話すの苦手なんだ。そう言うと少し困ったように笑った。そうだよな、あんなことされて平気なわけないよな。俺の話聞いてくれる？そう言うと彼女は、うん、と一言言って静かにうなずいた。そして俺は歌子にクビになってしまったことを告げた。うんうんと相槌を打って歌子は考え込んだ表情で口を開いた。すると父親が持っている店舗を使って自分で新しく店を持ってみてはどうかと提案してきた。歌子の父親は不動産会社の社長で、店舗も格安で紹介してくれるとのことだった。俺はそんなすごい提案をされるとは思ってもいなくて、驚いたと同時に胸が高まった。これまでの経験から習得した車の知識と、かねてからの夢であるクラシックカーへの愛着が膨らんでいく。歌子、その話本当に俺でいいの？もちろん、私のお父さんはショーのその知識が前から欲しかったみたいよ。あの店に就職が決まったって伝えた時は、うちの参加でやって欲しかっただの、小学生の時から声をかけておけばよかっただの、うるさかったんだから。俺は嬉しくてたまらなかった。こんな身近に俺の知識を買ってくれる人がいたなんて。食い気味で俺は歌子の提案を受け入れた。そうして無事にクラシックカー専門の販売会社を起業することになった。新しい一歩を踏み出す中で、歌子とのドライブが俺にとっての新たなスタートを意味していた。
退職から半年後、歌子の協力もあり、クラシックカー専門の販売店を起業することになった。クラシックカーの希少価値が上がってきている中、数が減ってきているが、幼い頃からカーオークションに出入りしていたおかげで、バイヤーとのつながりを生かし、独自の仕入れルートを確保することができた。少しずつ売り上げが上がり、支店を出すことにも成功した。俺は堅実な性格で、節税対策も兼ねて営業車は中古車にしようと決めていた。そこで会社の近くの中古車販売店で営業車100台を購入することになった。しかし購入交渉を任せていた社員の商談が長引いており、とうとう俺が自ら店舗に向かうことになった。中古車の展示スペースに到着すると、相手との商談がなかなか進展していないことが一目で分かった。静かに近づき商談の様子を確認する。相手は固い表情を浮かべ、社員は苦戦気味だ。俺は自分の位置を確認し、積極的に商談に介入することにした。失礼いたします、ショーと申します。この商談に関して何かトラブルが生じているようですね。お手数ですがお話を伺ってもよろしいでしょうか、と俺は相手に対して丁寧に声をかけ、商談の舵取りに乗り出し、見事成立した。2週間後に店舗でまた相談させてくれとのことだったので、俺は買い付けする予定の店舗に足を運んだ。中古販売店に着くと、そこでは店長である坂本と再会した。坂本は相変わらずの態度で従業員を怒鳴り、高卒はやっぱり無能だな、とバカにしていた。俺がまだ無職だと勘違いし、不正請求でクビになった無能じゃん、人手は足りてるぞ、今から大口契約なんだ邪魔するな、と悪態をつく。腹が立ちながらも俺は冷静さを保ちながら告げた。なるほど、その大口契約の客、実は俺なんだがね、100台の予約をしている社長なんだけどな、と名刺を手渡す。坂本は驚きの表情を浮かべつつも、小馬鹿にしたように鼻で笑い、お金がないから中古車しか買えないのか、かわいそうに、と嘲笑った。状況が分かっていないな、どこまでも愚かなやつだな、と内心呆れ半分で怒りを抑えつつ、坂本について購入予定の車を見ることになった。さあ商談と行こうじゃないか、気合を入れるように一息ついた。坂本に連れられ購入予定の車を見させてもらった。坂本との因縁は一旦クリアにして、その日はクライアントとして商談を遂行した。席について見積書を開くと、修理費だけで3000万円もかかるという高額さに驚いた。坂本はにやりと笑いながらこちらの反応を伺っている。少々どころか高すぎるのでは、と疑問をぶつけると、坂本は首を横に振り、いいえ、妥当なお値段でございますよ。資金にあまり余裕がないのでしょうか。経営は大変ですよね。それでは契約書ですが。いえ、結構です。申し訳ございませんが、営業車100台キャンセルでお願いします。と、俺は冷静に言って席を立った。しかし、坂本は激怒し、見積書まで出してやったのにキャンセルだなんておかしいだろ。訴えてやる、と叫んだ。俺は冷たく突き放し、どうぞご勝手に、と言い、反撃に出た。この請求金額は違法です。それを承諾するわけにはいきません、と主張した。最初、俺が見た時には、大きな傷や破損がなかったのに、修理代として請求されていたのはおかしいと感じていた。周囲の視線が一気に集まる。みんな目を見開いてポカンとし、青ざめた表情だ。おそらく従業員たちは知っていただろうが、言えずに今までやってきたのだろう。前回拝見した時は、ここの箇所に破損は見受けられませんでした。一台一台時間をかけてお見せいただいたのですが、半分以下の金額で収まると思いますが。怒りと焦りで目を泳がせながら坂本は反論した。100台見たんだろ？だったらお前の見間違いじゃねえのか？全部見た証拠でもあるのかよ。まったく、やましいことをしたやつほど証拠を求めるな。そう言うと思って写真に収めたんだがお忘れかな？
と言い、写真を見せると坂本は大声で、はあ、どうせ加工でもしてんだろ。なんせお前は不正請求でクビになった男だからな。1000万だったかな。あのありえない数字、今思い出しただけでも腹が痛えよ。それくらいやってのけるだろ。不正請求という言葉にこの時俺は違和感を覚えた。不正請求？なるほどな。あの時の請求書はお前だったんだな。お前がなぜその金額を知っている？お前には話してもいなかったのに。答えろ。怒りで声が震えた。自分の喉からまさかこんなドスの効いた声が出るとは思わなかった。それは。坂本は何も言い返せなくなり、冷や汗をかいていた。答えを待っていても仕方がありませんね。それではこちらも仕事があるので失礼。そして俺は店を後にした。これは後日談だが、坂本の下で働いていた従業員と仲良くなり、久しぶりにメールが来たので見てみると、俺と坂本の会話を密かに録音した従業員がいて、それを証拠に内部告発に踏み切ることになったと書いてあった。不正請求がバレ、坂本はクビになった。彼のいた店舗ではクレームの電話が絶えず、最終的には閉店を余儀なくされた。従業員たちは以前から坂本の不正請求に気づいており、団結してメディアを巻き込んで大騒動に発展した。坂本の自宅には連日報道陣が押しかけ、彼は引きこもることになったとのこと。前の職場の親会社は倒産し、元同僚たちも退職することになった。行き場を失った元同僚たちを救うため、俺は彼らに連絡することにした。みんなうちに来ないかという誘いに、元同僚たちは喜びを隠さなかった。ちょうど支店を出すことになっていたため、従業員が必要だったし、俺にとっても頼りになる仲間たちが揃ってくれることはありがたいことだった。元同僚たちは危機としてうちに合流し、今ではそれぞれが店長として活躍してくれている。過去の厳しい状況を共有し、一丸となって新たなスタートを切った仲間たち、これからも一緒に頑張っていこうという決意を込めて新しい挑戦に取り組んでいる。今ではそれぞれが店長として活躍してくれている。お互いの経験や強みを生かして力を合わせて成長している。あの時の苦労が逆に今の絆を深めているような気がする。新しい挑戦に取り組む中で、昔の苦労話も共に乗り越えた厳しい時期が今の成功をより輝かせているんだろう。これからも一緒に頑張っていこうという決意を込めて、仲間たちは新しいチャレンジに向かって前進している。お互いに支え合い、成長し合いながら、これからもうちの仲間たちは笑顔で前を向いて歩んでいくことだろう。そうして俺は再び仕事の楽しさを感じ、従業員からもお客様からも信頼を得ることができ、かなり順調にことが進んでいた。坂本との事件から1年後、俺の会社は好調な業績を収め、今では1000人を超える大企業に成長していた。俺が気づいた明朗な料金説明と真摯な接客態度、独自の仕入れルートが功を奏し、海外からの顧客まで引き寄せていた。ある日、高校生ほどの男性客が俺の店舗を訪れた。新入社員の男性は彼を見て、お金がなさそうだし冷やかしに来ただけだろうと思って追い払おうとした。しかし俺はご案内させていただきますと言って接客に乗り出した。男性客とのやり取りで、彼がクラシックカーが大好きで購入するのが夢だと聞いた。初めての1台は必ずここで購入するって決めてるんです。この店舗の前を通るのが生きがいなんです。なんだかワクワクしちゃってと笑顔を見せる男性客。俺はその笑顔に懐かしさを感じ、当時の自分を語るように、わかりますよ、僕も車大好きでクラシックカーが一番好きでした。小中高の卒業文集なんて全部車関係の仕事に就きたいでした。だからお客様のその気持ち
本当によくわかるんです。というと、彼はパーッと花を咲かせたように恥ずかしそうにしていた顔が明るくなって、また来ます。車買えるように頑張ります。と言い、店外に移動すると、子供のように目を輝かせながら車を見つめていた。かつての自分の子供時代を思い出し、男性客を見つめながら、俺は一言つぶやいた。帰るさ、必ずな、と小さく背中を押すようにつぶやいた。充実していた日々を送っていたある日、仕事中に歌子が交通事故に遭ったという連絡が入った。電話の向こうからは意識不明の重体だとの知らせが入った。交差点で信号無視した車が突っ込んできたとのこと。車は聞こえにくい右側から来たため、歌子が気づかなかったのではないかという話だ。病院に向かう道中、嫌なことばかり考えてしまう。不安と恐怖といろいろと雑音のように耳や頭や胸に飛び交う。大丈夫じゃなかったらどうしよう。もしものことがあったら。その声に耳を塞ぐように、大丈夫大丈夫と呼吸をするようにつぶやきながら車を走らせた。病院に駆けつけると、父親のサトシと母親が廊下に座っていた。なんとか一命は取り留めたが、意識が戻らないとの報告に心がざわめく。事故から1週間経った今でも歌子は目を覚まさない。かわいそうに、痛かっただろう。綺麗な顔に傷がついてしまっている。その傷を見るたびに胸が痛んだ。医師からは、目覚めたとしても重い後遺症が残る可能性があるとの厳しい言葉が返ってきた。病室を訪れた俺は、幼い頃に歌子に渡した笛を見つける。歌子は今でも大切に持っていたことに、驚きとともにほんのりした温かさが広がった。ずっと持っててくれたんだな。守ってあげられなかったことの悔しさと、思いを伝えられないのではないかと不安が入り乱れて、何も考えられなくなった。涙を流しながら思い出の笛と目が合い、俺が笛を吹くと、不思議なことに歌子がゆっくりと目を覚ました。あれ、どうして私ここに、という歌子を俺は抱きしめた。よう、どうしたの。もう子供みたいね。彼女は何事もなかったかのように笑って、優しく抱きしめ返してくれた。俺、歌子がいなくなったらとか、そういうの考えると怖くて、生きててよかったと泣きながら俺が言うもんだから、歌子は笑いながら、いなくならないよと言ってしばらく抱き合った。幸いなことに後遺症もなく、歌子は回復していった。この出来事を通じて、二人の絆は一層深まり、大切な存在としての結びつきが強まった。神様ありがとうと心の中で何度もお礼を言った。起業から3年が経ったある春の日、俺は車を走らせる。待ち合わせ場所には歌子が微笑みながら待っていた。俺と歌子は起業してから1年後付き合い始めていた。実際俺は今やその企業の社長として順調に経営を続けている。帰り道、家まで送っていくという俺に、じゃあ歩いて帰りたいなという歌子。歩きながら昔からの慣習のように並んで歩いた。しかし右耳が悪い歌子を気遣い、俺はいつも通り左側に立っていた。いつものように俺が左側に立つと、右側にいてほしいという歌子。驚きながらも従う。なぜ聞こえにくい右側なのかと問うと、ショーの左手と手がつなげるからと照れたように笑う。俺の左手には結婚指輪がはめられていた。もちろん歌子とお揃いだ。俺と歌子は来月挙式を挙げる予定で、歌子は楽しみだと笑顔で話す。幼馴染から始まり、共に歩んできた日々が
愛情深い結びつきへと成長していく。私と結婚すること後悔しても知らないからね、といたずらっぽく笑う歌子に、何言ってるんだ、俺はお前と話がしたくて結婚するんだよと返した。結婚式当日は歌子の美しいウェディングドレスに見とれてしまい、牧師さんの問いがよく聞こえず、クスクスと笑う声と歌子が思わず吹き出してしまい、なんだか面白い式にしてしまった。恥ずかしくて必死に格好よくしなきゃと慌てて冷静さを取り戻した。でもそれ以上にこの日の歌子は綺麗で、この世の何よりも美しいとさえ思った。式後に歌子に素直にそう伝えると、歌子は顔を赤くして俺の背中をバシンと叩いた。言ってなんで？と言うと歌子は、そういうのはさ、式前に言ってよね、女心分かってないなと照れ笑いしている歌子が、これまた可愛かった。歌子と結婚してから3年後、男の子を授かった。名前は京と名付けた。幸せの音色を響かせて人々を幸せにする人になってほしいという願いを込めた。お互い初めての育児で怒涛の日々が続いた。楽しかったことも嬉しかったことも、歌子に怒られたこともたくさんあったけど、全部含めて楽しくて幸せだった。もちろん今も幸せなのは変わらない。その今日も今年で5歳になる。今日は歌子の誕生日なので、サプライズをするために京都買い物に来ている。俺はアクセサリーとか歌子に似合いそうなもの、歌子が欲しがりそうなものを見ていたが、京がこれが欲しいと言い、おもちゃの笛を持ってくる。え、笛？と疑問に思い、なぜ欲しいのかと尋ねると、お母さんがこれを吹けばいつでも僕が駆けつけられるから、と言う。なるほどな、さすが俺の息子だな。かつての自分と重ね、俺は笑った。今日もニコッと笑って、でしょ、僕お父さんの子だもん、と言い、笛を購入することにした。そして今日と手をつなぎながら帰路に着いた。今日が歌子にプレゼントを渡して、お母さんお誕生日おめでとうと言った。歌子は渡されたプレゼントを受け取り、開けていい？と聞くと、今日が早く早くと言わんばかりに強くうなずいた。歌子がプレゼントを開けると少々驚いた顔をしていたが、思い出したかのようにニコッと笑って歌子は笛を吹いた。今日は笛の音を聞いて笑った。俺も一緒に笑って歌子も笑った。笛の音色が家庭に響く幸福の予感を運んでいく。家の中が幸せの音に包まれていった。お客様の期待に応えることが仕事の根本だと思っている。だって買ってくれるお客様がいるからこそ自分の仕事は成り立つのだと感じているんだ。でもね、それは単なる利益追求じゃなくて、目の前の人が何を求めてここに来てくれているのかを考え理解することが大切だと思っている。その一台の車が誰かの夢や期待を乗せて走り出す瞬間、それが一番のやりがいなんだ。そして好きな人には早く思いを伝えておくこと、これは大事だと思った。いついなくなってしまうかわからないからね。後悔はするけど、なるべくしないようにした方がいいと思うんだ。仕事だけじゃなくて、恋愛も結婚も家族も一人では成り立たないんだよね。特に歌子と今日、彼らがいなかったら俺の日常もこんなに豊かじゃなかっただろう。歌子との結婚、そして今日の誕生、それが俺の中での価値ある宝物だ。時には厳しい現実と向き合いながらも家族と共に歩んでいくことが俺の人生において一番大切なんだ。だからこれからもお客様に対しても家族に対しても心を込めて接していこうと思う。それが俺の仕事と生活の原点だからさ。人と人、心と心が触れ合う瞬間に
何か特別なものが芽生える。仕事の中でも家族との時間でも、大切なのはただ単にこなすことじゃなくて心を通わせることだ。お客様が笑顔で店を出てくれた時、歌子と今日が笑顔で迎えてくれた時、そんな瞬間が俺にとって何よりの報酬だ。だからこれからも一つ一つの瞬間を大切にしよう。一台の車が誰かの夢を乗せて走り出す瞬間、家族が笑顔で過ごす瞬間、それが俺の人生において輝く瞬間なんだ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。母子家庭なら生活が苦しいのでは？もしかしてうちの財産狙いの職業ニートかしら？高級料亭で始まった息子の結婚相手一家との顔合わせ。向こうの母親はシングルマザーである私の家庭事情を聞いて、そうバカにしてきた。ま、何にせよ、ろくな職についてなさそうですわね。こんな縁談、認められません。言いたい放題の彼女に、内心で激怒しながら、私は口元だけ笑ってみせた。見かけだけ、上辺だけ。そういうものの見方しかできない彼女は、私や私の息子が何者かなど知らなかったのである。私の名前は大谷育子。わけあってシングルマザーとして一人息子である誠一を育ててきた。大変なことも多かったけど、幼稚園から大学卒業まで息子はなんとか立派に成長してくれた。社会人として初めての給料でディナーに連れて行ってくれた時には、ありとあらゆる感情があふれて息子の前で泣いてしまった。なんとも恥ずかしい。そんな誠一ももう25歳になった。ある日彼から相談事があるというチャットが来ていた。あまりにシンプルな連絡で内容の察しが全くつかない。何事かと返信しても後で話すからの一点張り。何かあったのではないかと私は一日中気が気でなかった。早めに仕事を切り上げて家で待っていると、誠一はなんだか気恥ずかしそうに帰宅してきた。居間にあるテーブルを囲んで、病気してない？とか、仕事はどう？とか、まるで久しぶりに再会した親子であるかのような会話をした。それで、今日はどうしたのよ？相談事って？2杯目の紅茶を入れ、いよいよ本題について聞く。ありがとう。帰宅してからずっと、誠一は元気そうだった。ネガティブな話ではないだろうけど、どこか緊張している様子であった。紅茶の礼を言った後、大きく深呼吸をした。やがて何か決心したかのように、うん、とうなずき話し始めた。母さん、実は俺、結婚しようと思ってるんだ。結婚?いや、そんなに驚かなくたっていいじゃんか。突然出てきた結婚という言葉に心底驚いた。でもそっか、誠一ももう25歳。そういう話になっても全くおかしくない年齢だよね。年を重ねるにつれて時間というのは恐ろしいほど早く過ぎるようになる。息子はついこの前まで子供だったのに、気がつけばもう結婚の話である。そう、誠一がきちんと考えて相手を見つけたのなら私は反対しないわ。おめでとう誠一。うん、ありがとう母さん。
その後はこれといって特別なことはなく、いつも通りの日常を過ごした。しかし内心では自分のことのように嬉しく、脳内はずっとお祭り騒ぎであった。誠一は明日朝早いらしく、ご飯やお風呂を済ませて寝てしまった。私はまだ起きていて、2階の自室でパソコンの画面を見ている。そんな時、ふとあることを思い立ち、足音を立てないように1階へ。向かう先は、20年以上前から我が家にある仏壇である。ねえ、あなた、誠一が結婚ですって。びっくりよね。遺影に映る夫、大谷新一の顔は、当時からずっと笑顔であり続ける。私が嬉しい時は共感してくれ、私が辛い時は励ましてくれる。そんな優しい微笑みだ。こうして見ると、誠一はあなたにそっくりね。亡き彼の姿と息子の姿を重ねる。あら、そういえば結婚したのは私が25の時だったわね。運命的な数字の合致に気がつくと、それを皮切りに夫との馴れ初めの記憶が思い返された。都内某所の住宅地で私は育った。私の家は普通だったが、広い庭のある家も点在している。そこでは近所付き合いがあまり盛んではなかった。会えば挨拶はするが、これといっておしゃべりしたり仲良くなったりはしない。今考えればちょっと変わった地域だった気がする。そんな中にただ一人意図的に顔を合わせる相手がいた。しんちゃん、公園行こう。幼稚園から帰ると、私はいつも大谷という表札がかかった家のインターホンを鳴らした。隣の家に住む一つ年下の友達、大谷新一を呼ぶためだ。今行くよ。スピーカー越しに聞こえた声に安心し、砂遊びの道具が入った袋を背負い直す。やがて玄関扉が開き、大きな門を通って彼と彼のお母さんが出てきた。この当時はまだ5歳と4歳だから、遊びに行くときには保護者同伴だ。よし、出発進行。ああ、待ってよ、いくちゃん。私が一足先に歩き始めると、彼は小走りで背中を追ってくる。いくちゃん、いくちゃんと言って、いつも私について回る彼を私もよく可愛がっていた。小学生、中学生になってもその関係は変わらなかった。高校は別々になってしまったが、家が隣なのでこれといって寂しさはなかった。しかしその頃には携帯を与えられていたから、直接会えない日でもチャットや電話をして話すことができた。そうやって幼稚園生の頃の関係性を残したまま私たちは育った。やがて私が25歳になった頃、しんちゃんから熱心なプロポーズを受けた。ああ、ついにほだされちゃったか。なんて天の弱なことを思った私だったが、周りの祝福を受けて承諾。私と彼は晴れて、幼馴染から夫婦へと昇華したのであった。幸せな結婚生活を送っていた私と夫だったが、災いは突如として降りかかった。ポクポクポクと一定のリズムを刻む木魚の音。真っ黒な喪服に身を包む親戚一同。私の膝の上で無邪気に律動に乗る2歳の息子。その3つの光景は、
何年経っても頭から離れない。当時は結婚してからまだ3年しか経っておらず、子育てもかなり大変な時期であった。しかし、幸せの絶頂であることに変わりはない。それなのに、夫である大谷新一は、ニュースや新聞で取り上げられるほど大きな交通事故に巻き込まれ、帰らぬ人となった。ずっと私を追いかけ回していた年下のしんちゃんは、勝手に私を追い越して置いていったのだ。悲しみに暮れた私はずっと虚無の日々を過ごしていた。誠一を保育園に入れて仕事には復帰したけど、やっぱり何も手につかなかった。何を考えていてもいつの間にかほうけてしまい、集中できずにいたのだ。そんな私を慰めて現実に引き戻してくれたのは、ママ、いい子、いい子してあげる。たった2歳の息子、誠一だった。誠一、ママ、お熱ある?そう私に聞く息子の顔はとても悲しげであった。涙は流していないが、心配や不安がにじみ出た顔だった。ううん、大丈夫よ。そう笑ってみせると、誠一は普段浮かべていた満面の笑みに戻った。ああ、そうか。誠一に悲しい顔をさせたのは私だ。私がいつまでも落ち込んでいるから、立ち直れずに、メソメソしているから。誠一はそれを感じて一緒に悲しみを抱いてしまっていたのだ。ごめんね誠一。そう気づかされてからは笑顔で前に進むことにした。その日の家事を一通り終わらせ、仏壇の前に正座した。もう彼がいくちゃんいくちゃん追ってくることはない。私を置いて一人でゴールしてしまった彼を、今度は私が追いかけるしかないのだ。しんちゃん。お線香を立て、控えめにお輪を鳴らす。私が拝むその後ろで、誠一は様々な形をした木のブロックを積み上げて遊び始めた。ゆっくり休んで、見守っててね。ああ。ガラガラと後ろで音が鳴った。積み上げたものが崩れたのだろう。しかし、誠一はめげずに再び、四角や三角を積み上げる。その折れない心に感心しながら、私は笑顔の夫に向かって声をかけ続けた。大丈夫よ。誠一は私が、大切に育てるわ。悲しみを忘れたわけではない。彼を亡くした絶望は確かに私の中に潜んでいる。だけど、それを力に変えて、一人息子を立派に育てていこう。そう、愛する夫に誓ったのであった。誠一は、成長するにつれて夫によく似てきた。ママ、ママと一生懸命に追いかけてくる姿はまさにしんちゃんそのものであった。中学生になると誠一は反抗期を迎えた。少し喧嘩をしてしまったこともあるが、親子としての仲は決して悪くなかったと思う。そんな青年期を経て一人前の大人になった誠一は、優しく、名前の通り、誠実さにあふれる人に育ってくれた。その誠一が結婚すると言い出したのだ。話を聞いた私は、嬉しさ半分、寂しさ半分、そこに驚きを少し上乗せしたような気持ちを抱いた。結婚相手は村上咲子さん。大学生に入ってすぐに知り合い、お付き合いをしていたのだという。
一度顔写真を見せてもらったのだが、とても優しく、おしとやかな雰囲気を感じさせるお嬢さんだった。はい、着いたわよ。シフトレバーをパーキングに入れ、サイドブレーキをかけながら、私は息子に到着を告げた。ありがとう。悪いね。わざわざ来てもらった上に、運転まで。結婚前に、咲子さんとその両親との顔合わせが行われることになった。招待状に書かれていた住所にある店は、有名な高級料亭である。都心から離れ、少し奥まったところにある。かなり迷ったのだが、助手席の誠一が、携帯のナビとにらめっこして誘導してくれ、なんとか到着。時間には余裕を持っていたので、問題ない。美しく整えられた日本庭園を横目に見ながら、古民家のようなスライド式の玄関扉をガラガラと開く。扉の動きに合わせて鈴が鳴る。二つの音を聞きつけ、店員さんがのれんの向こうから現れた。いらっしゃいませ。すみません、大谷と申しますが、村上さんと会食の予約をさせていただいておりまして。大谷様、お待ちしておりました。ただいまご案内いたします。靴を脱いでスノコに上がり、下駄箱に靴をしまう。ひらがなが書かれた木札の合鍵を抜き取り、店員さんの案内についていった。こちらでございます。玄関から廊下を進み、突き当たり右側の部屋へ。何度かお礼を言い、障子の方を向く。いよいよね。ああ、小声でそれだけ言い、誠一は、失礼いたします、大谷でございますと中へ向けて挨拶を口にした。小さく、はーいと返事が聞こえた後、障子をゆっくりと開く。ついに息子の結婚相手と対面する。そう考えると今さらになって緊張が増した。形式ばった挨拶をし、誠一と私は促されるまま彼らの対面に座った。相手のお父さんは不在で、仕事の都合上少し遅れてくるとのことだ。ふと鋭い視線を感じた。すみません、何か？私を見ていたのは、咲子さんの母親である村上花子さん。入室してきた二人組の様子を伺っているという感じではなく、なんというか、じろじろと観察しているような嫌な見方である。いいえ、何でもございませんわ。そう語る彼女からは、見るからにきつそうな印象を受ける。細身で眼鏡をかけており、失礼ながら生真面目を絵に描いたような人物というイメージを抱いた。私と誠一が名前と俗柄だけの簡単な自己紹介を済ませると、次は咲子さんが口を開く。私の挨拶が終わった直後、花子さんが咲子さんを肘でつついて合図したのが見えた。言葉で次お願いと言えばいいだろうに、なぜそんな方法で指示したのだろう。こんにちは、村上咲子と申します。本日は急なお願いにもかかわらずご足労をいただき、本当にありがとうございます。誠一さんとは大学生の頃からお付き合いさせていただいておりまして、二人の馴れ初めから経歴まで、書類を読んでいるのかと思うほど真面目な自己紹介がなされた。本日はよろしくお願いいたします。彼女はそう言って挨拶を締めくくり、誠一と目を合わせて一瞬だけ微笑んだ。普段仲良くしている二人が改めてこういう場で真面目に向き合うと恥ずかしいというのは
私にも理解できる。では次は私が。花子さんはメガネの位置を右手の中指で直してから話し始める。しかしそれは挨拶というよりかは聞くに耐えない自慢話であった。不在の夫を含め彼女の家族はみんなエリート公務員なのだという。財務省や外務省に勤めていて日本の中枢でうんぬんかんぬん、イメージに反してそんな話をする彼女は誇らしげな笑みを浮かべている。そうですか、敬服いたします。まあそれだけならなんてことはない。ご自身の経歴に大いなる自信を持つそういう方もたくさんいらっしゃることは承知している。だがそんな中でこの子はね、まったく。私が憤りを感じたのは、花子さんが自分の娘である咲子さんを見下していることだ。国会図書館だなんて。真横で嘲笑われた咲子さんはうつむいている。長男も次男もエリートですのに、この子は自分の夢だなんだと申しましてね。総合職のキャリアとしては就職せず、母親によるプレッシャーをはねのけて咲子さんは自身の夢を追いかけたのだという。立派なお仕事をされている素敵なお嬢様じゃないですか。私がそう褒めると花子さんは笑った。ほほほほと取ってつけたような豪気さが鼻につく笑い方だ。ひとしきり笑い終えると彼女はまっすぐに私を見て続けた。まあそちらは母子家庭ですものね。はい。私の言葉と彼女の言葉のつながりを理解できず、ただ困惑して聞き返してしまった。花子さんはなおもニヤニヤしている。母子家庭なら高卒？そんな方々から見ればこんな落ちこぼれの娘でも立派に見えるのかもしれませんわね。そう言ってまた高笑いを始めた。母子家庭ですと生活が苦しいのでは？うちの財産狙いの職業ニートかしら。ま、どちらにしてもろくな職についてなさそうですわね。さっきの自己紹介では職を言っていなかった。話を膨らませた時の話題になればとあえて言わずに残しておいたのだ。まさかこんなことを言われるとは思っていなかった手前、その選択を少し後悔した。こんな縁談、いくらこの子が落ちこぼれとはいえ認められませんわ。せっかくですがお引き取りください。え？この会食は誠一の結婚に関わる大切なもの、台無しにするわけにはいかないから、嫌味や自慢話もああはいはいと聞き流していた。しかし今の話は聞き捨てならない。亡き夫に宣誓して私はシングルマザーとして誠一を育ててきた。花子さんはそのこと、母子家庭であることを理由に見下してきた。それだけはどうしても許すことはできない。誠一は現在国会議員を務めています。国家公務員ならご存知かと思いましたが、ニートとは心外ですね。腹綿が煮えくり返るのをなんとかこらえ、ニートという無礼極まりない言い草を全力で否定する。嫌味を言うときに笑みを浮かべていた花子さんになぞらえて、私も口元だけ笑みを作った。まあ感情的には全く笑えないけれど、
こんな素敵なお嬢さんを落ちこぼれだとか、自分の子供を何だとお考えなのですか？子供は親の虚栄心を満たすための道具ではありませんよ。はあ？突如として饒舌に喋り出した私に、彼女は困惑気味であった。お母さんもエリート公務員でいらっしゃるんですよね。大忙しでお子さんの教育を他の人、お手伝いさんかどなたかに任せていたから、こんな素敵なお嬢さんになったのかしら。それだけは英断でしたね。何？何なのよあなた。いきなり失礼じゃないかしら。失礼？誰が誰におっしゃってるのですか？ついさっきご自分がどんな発言をしたか覚えてらっしゃらないのでしょうか。母さん、落ち着いてよ。あなたのその価値観のまま子育てしていたら、咲子さんのような素晴らしいお嬢さんには育たなかったでしょうね。抑制も虚しく、徐々に怒りの感情を出してしまっていた。私が早口でまくし立てたことで、花子さんは顔を真っ赤にしてキーキーとわめいている。しかし私はそれを無視してさらに続けた。うちは確かに母子家庭ですが、私は大学教授をしていますので収入は十分あります。それに息子は夫に似て優秀でしたので、政治家だった夫の父親の地盤を継いで国会議員になりました。あなたの愚かで浅はかな妄想と異なる現実を突きつけてしまい、大変申し訳ありません。お金には全く困っておりませんので、そちらの財産は一銭も必要ありません。止まることなく話し続ける私を見て、花子さんは言葉が出ない様子だった。ただ、と口をパクパクさせている。あなたはこの縁談は認められないとおっしゃいましたが、私としてはぜひ二人の結婚を祝福したい所存です。素敵なお嬢さんを悪夢から救い出すためにもね。結局言いたかったことをほとんど吐露してしまった私。誠一が再び止めてくれたことで冷静になり、少しずつ息子と咲子さんに対する罪悪感が生じ始めた。国会議員？大学教授？あっけに取られるばかりの花子さんは、その二つをブツブツとひたすらつぶやいている。最初の印象からは考えられないほどほうけており、目と口を開ききったその顔は少し面白かった。大学に入って私は政治学を勉強した。学べば学ぶほど私はその深みにはまっていった。今の世界がどういうシステムで動いているのか、そのシステムは誰がどこで提唱しどんな変化を遂げてきたのか、それを知ると、中学高校時代は退屈だと思っていた世界史でさえもワクワクの宝石箱へと変わった。研究するのが楽しくて仕方なく、成果は次々に生まれていく。それらを文字に起こして論文として発表し続けた結果、いつの間にか某有名私立大学の教授にまで上り詰めていたのだ。その大学でいくつかの講義を受け持ちながら研究を続けた。もちろんシングルマザーとして大変なこともあった。誠一を寝かしつけてから研究論文の読み書きが始まる。学生のレポートも見なければならない。時期によってはそこにテストの採点も加わる。自分の研究には無関係な大学の事務をやることもあった。あまりにも忙しい時には徹夜をすることもあり、今にもまぶたが落ちようとするのをブラックコーヒーを吸って耐えながら必死になってこなしたものだ。
そんな状態でも育児と教授の両立を成し遂げられたのは、私や夫の両親が助けてくれたからだった。一方、夫の父親は大臣を務めたこともある国会議員だった。大学を出た後、夫は父親の秘書として働いていたのだが、例の事故によって他界。それから20年以上経って、有名大学の法学部を出た誠一が祖父の秘書として働き始めた。そしてついこの前、誠一が25歳になったことをきっかけに、義父は議員を辞めた。彼の地盤を継いだ誠一は立候補し、無事に当選して国会議員となったのであった。よう、お待たせして申し訳ないです。咲子の父、村上直樹と申します。絶望的な空気の中、咲子さんの父親である直樹さんが現れた。一同の注目が集まる中、私と彼の視線が交わる。あれ、この人どこかで会ったことある？もしかして育子さんじゃないですか？え、彼も私を知っている様子だ。数秒ほど記憶をめぐっていると思い当たる人物がいた。村上直樹ってあの直樹くん？大学時代、夫の大親友であった人物だ。彼と夫に連れられて、よく飲みに行っていた記憶が、脳内に鮮明によみがえった。20年以上前の葬式で会ったのが最後だったので、印象が変わっていて気づかなかった。いや、娘の結婚相手が大谷って姓だと聞いたときは驚いたけど、まさか本当に、新一君のご家族だとはね。あなた、この方知り合いなの？まさかの再会に驚く私たちの会話に、花子さんが焦燥に駆られた様子で割り込んできた。ああ、亡くなった大親友の奥さんと息子さんだよ。立派になったな、誠一君。誠一が覚えているかはわからないが、2歳くらいの頃に夫の葬式で顔を合わせている。どうも、まさかのつながりで驚きです。はっはっは。いやー、本当にね。亡くなった親友のお子さんと自分の娘が結婚だなんて、なんというか感慨深いな。そうですね。しかし、私はチャンスとばかりに口角を上げ、花子さんの方を見た。奥様はそうは思っていないようですよ。え、花子、どういうことだ？それは。直樹さんが彼女を問い詰める。慌てふためいて何も言えない花子さんに代わって、私が彼女の言葉を記憶の限り復唱してあげた。それを妨げようと大きな声を出していたが、それは逆効果。私の言葉が正しいことを自ら証明することになる。真っ赤になって泣きそうな花子さんを見た咲子さんは、なんだか嬉しそうに微笑んでいる。育子さん、誠一君、本当に申し訳ないことをした。どうか破談だけは勘弁してもらえないか。謝罪の言葉を口にしながら、彼は私たちに頭を下げる。そんな、やめて、直樹くん。直樹くんが謝ることじゃないし、それに破談にするつもりはないから。なんとか顔を上げてもらい、ようやく参加者全員が席に着いた。ちょうどそのタイミングで、コースの一品目が出された。予約していたものを破棄するわけにはいかず、気まずい空気感のまま食事をした。せっかくの高級料亭のコースだが、味がわからなかったのは言うまでもない。その夜、
誠一から咲子さんの家庭環境について教えてもらった。花子さんの言った通り、咲子さん以外は一家揃ってエリート公務員として働いているそうだ。国会図書館に勤めることだってすごく立派だと思うのだが、母親からは落ちこぼれだと見下されている。自分の夢を追いかけた咲子がそんな扱いをされるのは正直許せないんだ。咲子さんには兄と弟がいるらしく、その兄弟もまたエリート公務員。子供たちの努力を自分の成果であるかのように語り、さらには過干渉ときた。そんな母親に嫌気がさしたのか、外務省に勤めるお兄さんは実家を出て不定期に引っ越しを繰り返しているそうだ。その穴を埋めるように花子さんは咲子さんに対して度が過ぎるほど干渉するようになったらしい。親に認めてもらえず、しかも腫れ物みたいに扱われるって、そんなのないよな。そうね。うちの母さんはシングルマザーだけど、一心不乱に俺を育ててくれたんだってことを話したら、咲子は泣くほど羨ましがってたよ。誠一。姿勢を直して冷めた紅茶をすすり、誠一は続けた。なんかついでみたいだけどさ、教授としての仕事を続けながら一人で俺を育てるなんて本当に大変だったと思う。母さん、改めてありがとう。ちょっとやめてよ誠一。息子の言葉で涙があふれ出そうだった。それをごまかすため、私は下手な演技で笑ってごまかした。多分目が真っ赤で、全くと言っていいほど隠せていないだろう。ああ、変な誠一。なんだよ変って。冗談よ。今度は本当に笑い、息子の目をまっすぐに見た。なんだと視線で問いかける誠一に向かって、私はあらゆる感情を一言に凝縮して放った。どういたしまして。後日、直樹くんから電話で正式に謝罪を受けた。もういいと言っているのに。それから、花子についてなんだけど。あのあと、あちらの家庭でもいろいろと話し合ったそうだ。彼女には以前から、咲子さんを含む子供たちの交友関係に関して様々な口出しをしていたようだ。あの子と付き合いなさい、この子とは縁を切りなさいと、彼女の勝手な思いで品定めをするような言動があったという。何度も自分の理想を子供に強要するのはやめろと注意したらしいが、あのありさまである。長男と次男はそんな彼女の重圧に耐えられず、しぶしぶ従う形で今の道を歩んでいるそうだ。しかし咲子さんだけは違った。何と言われようと、どんなにけなされようと、彼女は彼女の道を選んだ。3人の子供の中で最も器用に見えた咲子さんがそうしたので、直樹くんは相当驚いたと語る。結局花子の価値観が変わることはなかったよ。何度も考えを改めるように言ったんだけどね。声のトーンを落とし、直樹くんはさらに言葉を続ける。俺もこの年だし、かなりためらいがあったけど、花子とは離婚することにしたよ。そう。もちろん咲子と誠一くんの結婚式にも呼ばない。二人の邪魔はさせないから安心してくれ。これから先、花子さんがどうなるかはわからない。あれだけ高いプライドを持った50歳オーバーの彼女に再婚はあり得るだろうか。エリート公務員であることに変わりはないし、経済的には何も問題ないだろう。しかし、大いなる孤独が花子さんを苦しめることは
想像に固くない。いくら高学歴でも、いくらエリートコースを走っていても、他人を見下すような人は、やがて自分自身が見下されるのだ。肩書きが良くても、いい人とは限らない。成人した息子を持つこの年になって、私は今さら、それを実感したのであった。誠一と咲子さん、二人の結婚式は、誠一の仕事柄、かなり大規模なものとなった。たくさんの人が集まり、その誰もが息子を祝福する。母親として、これ以上ないくらい嬉しい光景である。今日は一切ごまかさず、堂々と涙を流した。母さん、また泣いてるよ。いつの間にか私の前にいた誠一が、茶化すようにそう言ってきた。ハンカチで何度も目を拭いながら、私は必死に言葉を返す。仕方ないじゃないの。あなただって、あと20年、30年も経てばわかるわよ。大切に育てた子供が、大切な人を見つけて自分の手元から旅立っていく。それがどれだけ寂しく、同時にどれだけ嬉しいことかは、経験しなければ分かりはしない。一通りのイベントを終え、私は一人で帰宅した。誠一が使っていた部屋には、もうほとんど物がない。再び涙が出そうになったが、また泣いてるよ、と笑われる気がして、こらえた。しんちゃん、夜が更けると、街とともに心も落ち着いてきた。いつものように仏壇にお線香を立て、遺影に向かって語りかける。誠一の結婚式、本当に素晴らしかったわよ。あなたも一緒に参加できればよかったのにね。無論、返事は来ない。誠一ね、悲しい顔をしていたお嬢さんのことが気になって、ずっと声をかけ続けていたんですってよ。顔合わせの日に咲子さんから聞いた馴れ初め、それに補足する形で誠一が追加エピソードを話してくれた。プレッシャーに抵抗しながらも、母親のせいで苦しんでいた咲子さん、そんな彼女を心配した誠一は毎日のように声をかけ続けた。やがて彼女は心を開き、誠一に自分が抱えた感情を打ち明けるようになったのだという。しつこいったらないわね、まったく。誰に似たのかしら。いくちゃん、いくちゃん、と、いつまでも背中を追ってきた少年を思い出して、嫌味のように言った。散々話しかけた後、記念でもらった洋菓子を仏壇に備え、お輪を鳴らして手を合わせた。昔、あなたに言ったこと、覚えてるかな？夫を亡くして落ち込んだ私は、2歳の誠一に励まされて立ち直った。その際に、一方的に結んだ、誠一を大切に育てる、という約束。私はそれを、無事に守ることができただろうか。合否を判断してもらおうと、今日撮った誠一の写真を、携帯の画面に表示して仏壇に向けた。どう？遺影を眺めながら携帯の向きを直す。改めて誠一の写真を見ると思わず笑いがこみ上げてきた。ちょっと二人ともさすがに似すぎじゃない？前からそっくりだとは思っていた。分かってはいたのだが、笑った顔はもはや同一人物としか思えないほど似ている。妻であり母である私でも見間違えるかもしれないくらいだ。それが面白くてまた一人で笑っていた。ん？その笑い声に混じって、ありがとういくちゃん、と聞こえた気がした。さすがに気のせいだろうけど、遺影の笑顔はそう言っていてもおかしくない。そんな顔に見えたのだった。
いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。